ちょっと今あの、うん、任せてた。あ、自主性ね。自主性。うん、あの先生が喋り始めるまでに5分かかります。やった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 。ということで、ウェルカムトゥアンダーグラウンド2016スーパーカリスマインフルエンサー悪魔と人間のハーフガブックのどれか石神のあざみさん。どれ、うん、あ、こういこう、なんだっけ、おはめるこめるこめるこ、ガブックのどれか、クラムチ、メールトです。イエーイ、嬉しい、お願いします。あ、なんだっけ、顔あ、顔はみんな集合、100、100、3、4、4、あかりです。あ、ガブックの、GACK だから、あかりのは A。 絶対ちげえだろ。A じゃないのかな。ちげえ、好きなのにしよう、うん、それでは任務開始します。はい、ソフィアバレンタインです。ガブックの G ソを担当してます。ソフィアバレンタインです。さすが、音楽歴史だ。ということで、本日いいっすか、閉めて。いいっすよ。ということで本日ガブックスチパーティーということで、オフコラボでスタジオでお送りしております。オフコラボなの？じゃあ見えてないよ。はい、実はね、ちょっと皆さん、ガブックスチパーティーって何、なんかこいつらいつもなんか食ってんなって言われてるみたいなんですけども、まあちょっと事の発端はですね、ちょっとなんか寿司握りたいなと思ったらちょうどいたんで声かけたっていう感じですね。いた？うん、え、なんかおかりの卵だったからちょっと文句あって登場しに来た。まだ言ってるし、それで言うとこいつのせいで今回卵用意してないし。せいって何、買うって言ったじゃん。あれですよね、石神先生が前に寿司をね、イディオスのやつで握ってくれたのがあるんですけど、はい、多分それのことをやってますよね、はい、まあそうですね、はい、そんな感じ、はい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 、ってなわけで、うん、はい、そんなこともありつつ、それはそれとして、はいはい、まあ、その前回握った寿司は寿司として、あのことあれだよね、手巻き寿司やりたくねみたいな話をしてたんだよ。そうだったんで、今回マジで、うん、あの普通にスタジオだからとかオフだからみたいな、うん、めっちゃあの大行なことをやるわけではなく、あの普通にマジでただただ手巻き寿司します。そうです。やったー、お願いします。でもなんかちょっとタイトルにかっこよ、読み、え、読み、それちょっとさ、大丈夫、イディオス切ってもさ、あんまり食べれない2人がいるので。大丈夫かな、なんかみたいなのあるみたいですけど、それはちょっと後々こう、はい、あれ、あれじゃないの、闇って望みだからじゃなくて、あ、何、あれね、そう、闇ってこと。腕が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 、そうだよ、ひもってなわけで、じゃあちょっとなんか寿司パーティーって言ってるけど、なんかそこら辺のスーパーでなんか寿司、なんか手巻き寿司セット買ってきたんじゃないのって言ってると思うんで、本日用意した食材はこちら、はい、でわー、あのすごくない？あの今回はね、あの、うん、ちょっとあの、まあ、ちょ倉橋さんちょっと大学でお忙しかったので、はい、あれだったんで、ちょっとギリギリまだね頑張ったんですけど、はい、私、ソフィー、アカピアの3人でちょっと買い出し行ってきて、ありがとう、めっちゃ歩いた、マジでちゃんと買ってきて、でこれからこの柵からちゃんと切るし、すごい、エビで、このエビもね、あのもしかしたらガブックの前回のリサルカンパニーのコラボを見てくださった方は分かるかもしれないですけど、うんうん、石上のぞみ、赤エビ担当、クラムチなんだっけ、中トロだっけ、中トロ、中トロ担当の左のやつですね、イクラ、イクラ担当で、イカイカちゃんと用意したっていう、そういうことだったんだ、そうだよ分かってますがな。そうで、エビ多くないって今あったんですけど、まあ、甘エビは普通にあの赤ちゃんの好きなやつだね。甘エビ、赤ちゃんが好き。え、配信を私物化してる。美味しいもの食いたいな。そうよな、確かに確かに、好きなもの食って何が悪いんだ、うん、なんで今回はね、やっぱちょっとね、年末年始皆さんもお忙しかったと思いますし、確定申告も終えたということで、はい、ご褒美会やったー、ちょっとね、わい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 、たまにはご褒美あげないとということで、やっていこうと思いまーす。まあ、こんな食材で、サフィーがなんか言ってる、乾杯しよう、じゃあちょっとまあまあ一発で、お前のためなら何回でも乾杯するよ。キモい、乾杯しますか。乾杯しましょう。いきますよ。はい。じゃあ温度。ああ、ね、静かになるのやめて。じゃあね、
でしょうか。はい、やだやだやだ。お願いします、お願いします。ど真ん中せーの、KP。 え、嘘、ゲーム、ゲーム、ゲームって、そうじゃないの、普通に無言ね、うん、順番で飲むとかいう配慮ない。ふなわけで前作っていくんですけど、今回ね、ありがたいことに今スタジオの方にご協力していただきまして、ありがとうございます。ちょっと写真とか出せるかもね、カメラとか出せるかもね、やったー、やったー、やったー、てな感じで、実は私が最初やったように、うんうん、自爆でやったようにマジで酢飯から作っていきます。やーい、おいしそう、酢飯だから。てなわけでやっていきますか。やったー、すごい。じゃあマジであのこれあの料理配信なんで、うん、本当にあのいろいろ動きながらやるんで、このライブ感を楽しんでるということで、あ、ご飯、あ、じゃあご飯をボウルに、ね、開けたい、開けて、あれ、あ、ここでよかったみたい、あ、うん、ご飯、色味が読んでていいのか、ご飯ベイベリー、ご飯ベイビー、やめてよ、炊いてるご飯かもしれないじゃん、ご飯ベイビーだよ、ご飯炊いたんだよね、本当かな、これが酢かと思っちゃった今。ね、ジュースを酢って言わないで、まあ、お米はね、まああれなんですけど、ちょっと酢飯も、酢飯用の酢も買ってきたし、ね、これさ、シャムにさ、うん、濡らさないとさ、あれになるけど、ベロベロってしていい。え、黒だけやめて、黒だけやめて。それ酢で濡らしたらよくない？そうだね、はい、お前、たまりは天才やん、たまりだだけ余計かも。はい、行きます、いけ、吸ってどれぐらい？え、わかんない、え、なんか書いてたよ、いや、雰囲気、雰囲気、これ雰囲気、酢は多ければ多いほどうまい。え、これ、うちがやっていいの？用茶を、え、じゃあ、じゃあ今、倉持先生があの、うん、切るようにね、はい、いくよ、お願いします、かわいい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、え、これってあれ、うちわとか必要？あ、雰囲気、雰囲気、あー、よいしょ、よ、よ、酢飯、酢飯、え、誰よ、酢飯社会のなんかまだ持たねえかなと思って、やっぱ社会性出ちゃった、えらい、はい、よいしょ、なんか酢足りない、いいのかな、え、いい、わかんない、いや、意外とめちゃめちゃでいいんだよ、もっと入れる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 、せーの、ジョボ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 、いい音だ、いい音だよ、そうそう、いい音、そうそう、違う、よし、切っていきます、え、誰かやりたい人いないの、他に、よりなよ、よりなよ、はい、酢飯をさから作るなんてさ、まあ、そうそうないよ、意外とね、まあ、まあそうそうないよ、そうなんだ、ちなみに酢飯のご経験ありますか？ないです、お、作った人いる、え、お家でいつもやる、それなんで、手巻き寿司パーティー、とか、お寿司、うちらより、違う違う、ちっちゃい頃からだよ、ちっちゃい頃から、うちらより先に、高校生くらいまでしかやってないし、え、ごめん、何の頃それは、ずっと何の頃、みんなとずっと一緒だよ、だ、大丈夫だよ、お前が一番だよ。あ、当たり前じゃん、当たりきた、あ、やばい、トフィーが、もう本当、やっぱスパイだな、味見して、味見して、味見して、音もなく、味見して、ちょうだい、味見してみて、ちょうだい、ちょうだい、はい、お酢じょうだい、ちょうだい、食べていい、食べていい、食べていい、ありがとう、あ、お、せーので食べようよ、はい、はい、やったシーシード、はい、いくよ、はい、せーの、あー、もっとあっていくもね、でもめっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、あ、でも、うん、どうだ、どうだ、もうちょっとあってもいいか、え、わかんない、え、ね、もっと入れよ、もっと入れよ、わかんない、人磨き直して帰れ、わかんないけど美味しいですね、じゃあ私はこれ食べますか、かわいい、そう、もぐもぐ、かわいい、今3合ぐらい入ってるから、はい、お願いします、みんなの手巻き寿司パーティーとかお家でしたりしますか、皆さん、あ、すごい、ちゃんと雑談パーティーやってくれてる、味覚がちょっとやばいかって言われてる、おい、お前表に出ろよ、デビューしてからずっとだよ、もう諦めてるよ、あ、しない、しないって、みんなちゃんとうちわでパタパタしなきゃね、そうだね、でもあれなんですよね、うん、お米をちゃんとさ、あの、もう冷まして、温めてから冷まさせて、そうなんですよ、この前やったよって言ってる人いるよ、いいのでも、え、それいいやん、良さそう、え、なんで年末年始だから、味見、味見はまだ飲まない、味見、味見、家で結構やる人もいるみたい、ネタたくさんあると入れると思うよ、なるほどね、ありがとう、みんな教えてくれて、すごい量だ、分かった、ちょっとにしてあげる、はいはいはい、何してるの、サイド味見、どう？お願いします、あ、じゃあ、え、いいの？同時じゃなくて、うん、じゃあ同時なんだよこいつやばい、今日なんかすごい緩いけど大丈夫かな、あ、いいでしょ、え、寿司1貫目ぐらい
口に大丈夫そう？ちょっとがいい？いいじゃん、酢飯おにぎり1個丸々食えばいいよ。あ、すごい、あ、加減で分かんないかお前。あ、いい、うわーうわ、え、米ってさ粘着がすごい、うん、もういいか。あの赤ペアがね、くらもちの手にね、米スーツのベッドなんだと思ってるよね、じゃあね、うちの、うん、ね、ありがとう、すごい嬉しいよ、はい、いただきます、いただきます。あ、うまっ、え、よくない、あ、美味しいんじゃない、バッチシ、バッチシ、え、これさ、うまい、うまい、ボール恥ずかしいけどちょっと恥ずかしいけど、写してもらおうよ、ちょっと綺麗にしようよ、いいですか、確かにね。あ、整えてるから、あ、いや思ったのよ、正直みんなね、うん、わざわざスタジオ撮ってるし、まあ、ちゃんと竹なんかあるじゃん、竹の桶みたいなやつ買おうかなって思ったんだけど、なかったよね、なかった、あとシンプルに終わった後に邪魔になるかなって思った、うん、あ、結構探したよそうこれうちらが作った酢飯です、皆さん映せるかな、すごい立派ですね、見てください、どうぞ、うわなんかなんかだよこれは、いや、これは、いやいや、この手作り感がいいんでしょ、たまらないでしょうよ、いや見てよこの米のツヤ、一粒一粒が合ってますね、イディアスの、あ、間違った、初めてのあの米酢じゃなくて何て言うんだっけ、酢飯だよ、お前いいでしょ、ありがとうございます、みんな食べたいと思ってるはず、これは、じゃあこれを早速巻いていきますか、はい、え、切らないの間、具を、はい、バカえ、じゃあ石神ちゃんってもしかしてさ、柵一本丸々やろうと思ってたってこと？うちではそうだけどね、じゃあもう、まあ、あれじゃんね、貴族の出じゃんね、それは食文化違うから、縦長にする、縦長にしてみる、柵や、うん、あれだ、大きいの作る、ね、そうめん、サーモンそうめん的な、みんなわかる、想像できる、みんな想像できる誰ずっと誰想像できるかな、あれなんかさ、柵をさ、なんかさ、わかる、お刺身の方向に切るんじゃなくて、なんか縦長に切るって意味、わかる、ちゃんとさ、わかるかな、まあ多分わかるよね、みんな手間いらないか、もしかして、うん、いや、かるよね、いるよ、手巻きはいらないけど、あ、それはいる、そうそうそう、麺みたいな感じ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと、よし、そういうことよ、え、天才やん、みんな、切るね、じゃあちょっと切るね、柵切っていきますか、柵にするのはマグロ、あ、赤身、イカ、うわマジうまそう、やる、え、でもなんかこっちのが綺麗に最初できない、あ、じゃあ確かに、そうする、イカ切ろうよ、あ、いいよ、無理だ、あ、いいよ、もう本当に、なんだっていいよ、なんでもいいよ、ソフィーが開けたらなんだって全部うまいんだから、うん、お前も同じように言ってんだよ、海苔が敷ける前に作らねば、はい、よし、何年、何ヶ月単位の話、今日は海苔ってちょっと置いてただけで敷けるんじゃないんだ、じゃあここの、そうなのか、ダメだよ、じゃあいかんだ、言っちゃダメだよ、危ねえ、あかりが食べたくて買ってきたの、やめて、危な、うちほんとさ、見たものそのまんま言っちゃう危なかった今、じゃあ一番ダメだよ、イカ切ってもらえますか、はい、イカ担当、じゃあ今からイカ担当ソフィアバレンタインがイカを切ります、イカ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 、ちゃんとね、衛生に、よいしょ、あの、なんだっけ、はい、配慮、配慮、衛生面、丸、配慮して、手袋につけます、つけてやります、じゃあ、はい、イカを、ちょっと楽しみやな、これ楽しみやな、え、縦でいいよね、うんうんうん、縦でいいよ、好きなように切れな、イカのさ、そうめんってことでしょ、要は、でもいいし、よいしょ、はい、一刀両断、うわーすごい、切ってるみんな、おお、切ってる切ってる、切ってる切ってるってやばいね、これいいのかな、にぎやかしが大事やから、にぎやかしが大事だから、こう、いいよいいよ、これで、ね、めっちゃいいじゃん、これで巻き寿司用のやつ、うんうん、で、あと手巻き用、手巻き用、手巻き用かな、手巻き用、よいしょ、どういうこと巻き寿司用と手巻き用とラフに始めたとはいえ読解力なさちょっとまだほら縦に切る人間生活モードが抜けなくてすいませんいいとね、お忙しいところから帰ってきたばっかりですから偉い、ね、あ、やばい、あこれはさすがに、え、でもいいんじゃない、めっちゃいいじゃんみんな今回も補正だよ、みんなのイメージと、難しいね、イメージと想像、うん、そう、大丈夫かな、大丈夫かな、ずっと何言ってる、いいよいいよ、あ、いいじゃん、いいじゃん、頑張れ頑張れ、もうちぎったってもいいよ
ちぎったっていいよん。はい。いいね。え、待って、めちゃくちゃ上手だよ。うまいうまい。やってた。やってたね。やっぱり漁師として500年をかけてきたから。漁師にもなるんだ、やっぱ。すげえな、やっぱスパイ以外にも程があるでしょ。あるとね、何でもできるからね。こうじゃない、手巻きを。おーやー、いいよ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 。光って難しい。お前が全部正解。そうだよ。もう、何でも食べたい。何でもイカはさ、なんか私あんまそのイカを切る機会ってあんまないけど、この状態からね。いや、ないね。ないよね。あ、どうぞ、それ切っちゃう？でで、みんなの切っていく？あー、一旦イカだけ見せてあげればもう。あ、ソフィー、ソフィーギリの、ソフィーギリのイカ、私のイカを、イカ、イカ、どう？やばい、これでどうしよう、リスナーの中にどうしようって。え、長いのが巻き寿司用で、短いのが手巻き寿司用。そう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 、はい、上手にできたね。こう見るといいみんなも見れるよ、今それでは、良きところでお願いします。ちょっともう、あ、今私が調整してます、今私の力で調整中。いくわー、くわー、うわー、いかー、来るぞイカ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 イ。はい、それではソフィーが切ったイカです、どうぞ。うわー、いいよ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 。こんな美しいイカ、あれもうまるでさ、下の方のさ、長いのが生きているかのよ。そうそう、もう芸術だよ、芸術だよ。もうあれだよね、その海の波をね。え、お前わかってるね。そうだよね、ソフィー。そうだよね、説明したね、浮世絵のようなね。まあ、やっぱり美しさをね、表現しようと思いました。うわ、はい、完璧。やばい、ティッシュありました、涙出てきました、本当これは。じゃあ次の具材いきましょう。はい、回しがうまいんだ。耐えられなくなって。次、切りたい人いますか？はい、じゃあ次。俺じゃない？俺？俺じゃない？倉持先生の倉持先生の大丈夫、赤身で練習しなくて大丈夫。は、お前人生に練習なんかねえから。え、これ、それ中トロだね。中トロ、中トロ、あ、うちも知った、良さげなの買ってきたんですよ。ちょっと3人か分かんないけど、一緒、頑張ってくださいね。頑張ります。上手にできるかな、メルトちゃん。できるかな。あ、任せろよ、俺に全てを。ちなみに、お魚を柵から切り出したことは、え、よかった、柵って何とか言い始めないから。 あるよあるよね、あるよ。ちょっとね、あの、いいお魚も、うわー、すげー、言葉が利用されるかもしれません。え、これもさ、あれか、まあ、あれじゃね、お寿司用と手巻き用で分けたらいい。お寿司って何貫食べるんだ、みんな。あ、そっか、お寿司、100、忘れてた、大丈夫、巻き寿司。まあいいよいいよ、一回端っこはね。あ、すごい、ぽいよ、ぽいぽい。ええ、プロじゃん。え、うまくね。え、うまいよ。どう、あ、なんかぽいぽい、ほら、素晴らしい。 え、おいしそう。めちゃくちゃぽいけど。ネタやん、ネタが寿司屋にある。それやっぱごめん、うちなんか何でもできちゃうのかも。なんか褒めすぎると、褒めすぎると良くないかも。うん、本当に何でもできちゃうのかな。やばい、盛り付けがもうちょっとうーんって感じ。うん、センスですかね。センスですかね。頑張れ。ありがとう、ね、ソフィータン、ありがとう。え、待って、普通に、え、待って、普通におもろ、おもろくないかも、うますぎて。ごめんね、みんな。俺はうまい。おもろくない、おもろ。てかさ、さっきの話は、うん、何、どの話が、なんか巻き寿司用がど、巻き寿司用からこうたらいるの、いる、いらない、いらない、あ、いるんじゃないの。これはほら、4巻はとりあえず必要でしょ。あ、普通よ。そう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 、これで、もうこうやろ。そうそうそう、そっか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 。あと、じゃあ特別の、わー、うわー、これは大きい。え、俺のね、これさ、え、ネギトロじゃない、ガチのさ、あれだけどさ、このマグロのさ、ぶつ切りのやつをさ、ああ、わさびと醤油でさ、あえたらもうそれだけでさ、酒がさ、一生ぐらい飲めるよね。買ってくればよかった。えー、いや、お腹空いてきた。どう、みんなお腹空いてますか。もうやばい、
やばいよね、ソフィーずっとお腹空いてるんですよ。お腹空きすぎてやばい。いいなぁ、私もお腹空いたよ。空いたよ。そう、お腹空いた。これでさ、ちょっとさ、ソフィーだってずっと見てて、うわ、うまそうって言いながら何時間も歩き続けてたから、ね、ありがとうね、ガチで買い出し行ってくれ。いやいやいや、めっちゃ楽しかったね。楽しかったね。やめて、楽しかった話するの。あのお店行った時とかさ、楽しかった。今度あれ行こうって言ったよね。やめてよ、3人で。一緒でしょ。これが現状だよ、本当に。これはさ、こうじゃない。ほら、お、いいじゃん、完璧だ。よくあるやつ、よくあるやつ。え、ちょっと大丈夫かな。擦りたいもんだって、それ。え、わかる。まるでじゃない。え、待って、え、まるでじゃない。まるでじゃない。うまい。私なんか普通に魚よ、いい、良さげ魚そうじゃない。めっちゃ美味しそう。てかさ、マジで美味しそうだよ。超美味しそう。ちょっといいの選んできちゃったか。なんか油がちゃんと乗ってる感じある。早く食べたい。なんかお肉に、ね、やべ、食欲に脳を支配されてるやついる。美味しそう。目が離せない、美味しそうすぎて。え、違うでしょ、俺からでしょ。俺から目が離せないだけでしょ。ずっとうるさいかも。うん、待って、うちこれでちょっと、あ、もうこれ早く早く持ってけよ、お前。何やってんの。みんなにメッセージ。これはいらないの。え、あ、これはこれもいる。あ、すいません。あ、おー、もうじゃあ素晴らしい手際で倉持さんね、切ってくれました。かわいい。え、なになに、事故ってる。ちょっとまあみんなに一回見てもらおう。あ、そうね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 。なんだ、メッセージは。じゃあちょっと見てもらっちゃうかなと思うんだけど、ね、なんだ、はい。あ、よかった、理解してくれたみたいだ。やば、一気に食欲失いそう。じゃあそれでは、倉持先生が聞いてくださった中トロです、どうぞ。ドーン。はぁ、めっちゃいいじゃん。見て、なんだこれ。これは左側がお刺身用で、はい、下が手巻き用で、はい、上が俺の力。あ、これあれなんじゃない。なんかあの魔法の力で、力だけ、魔法の力で効果音とかになるらしいから、力って言ってみ。 OK、 いきますよ。力。ありがとう、スタジオの DJ さん。スタジオの DJ さん、ありがとうございます。今日は DJ もいます。そう、あのね、こういう我々のよくわからない、何も決まってない、あの全然、あのすいません、あのお寿司握るってだけ聞いてるんですけど、あのどんな感じなんですかっていう、ね、大人の皆さん困らせたこの企画に、はい、こんな丁寧にあのね準備していただきまして、本当にすいません。本当にありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい、何もかもが完璧だったな今。本当に完璧だった。おめでとうございます。はい、ということでこちら後で中トロ、はい、俺の力を食べてください皆さん。やったー。以上、倉持先生の中トロでした。はい、次は、次、じゃあ赤ピャニー、イクラはね、あの、うん、切らないじゃん、うん、から、うん、サク切ってもらおうかな。わー、赤身のサク切って。赤ピャニー、赤身、早くやれ、早くやれ。よし、みなさーい、イクラ早くやれ。やっちゃうぞ。と待たせてはいます。誰が待ってんの、誰が待ってんの。俺私、あんたの、うん、ね、左隣がめちゃめちゃお腹空いてる。もう目離せてないんだから。頭美味しそう。開けようか。開けるよ。あ、右隣ですね。よいしょ。大変失礼いたしました。左隣と、言いましたが、右隣でした。大変失礼いたしました。プラモデルさんのフォーカスオンよろしくお願いします。ね、その訂正と謝罪で私のことを使うの。本当だ。いいじゃん。やめてください。めっちゃ冷たい。やめてください。やめてください。すいません、今マイクに繋がりました。これもね、突然ね、いやいや、スタジオで手巻きさせろやいって言ったのに用意してくださいました。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。あ、え、ラブ、ラブ、イ、ラブ、はい、歌いました。あかり先生の、あかり先生の、はい、いいですね。なんか今作戦会議してるからね、2人はね。そう、今一生懸命切ってるから許してやってくださいよ。あ、こちら、こちらもお願いします。イリアス、プラスタニム、あ、ブレッシング、あ、でも叩きとか、バイス、え、大丈夫、望める何もしてないけど、いいよ今、え、トーカント、あれだよ、あの、他の人が頑張ってくれた功績を読み上げてるだけだよ。でも硬いよ、いける。あの、前回のユーストラカンパニーの時に赤ペに言われたから、望めるはゲームを下手でもいい、トークで回してもいい。言ってないよ、言ってない。あ、もっと
ま、ね、もっと丸い。聞き気持ち。あ、やば。やばい、これ、ね、一番怒られるやつだ。今、包丁持ってるからね、赤に。これ怒られるよ。やばい、脇腹が。違くないちょっといろいろ。違いますよね。あの、トーク回してくれるからコラボ。あ、進化はあるって言ってくれたんだよね。ありがとう、あかんや。怒ってる。でも、ソフィアはずっとお腹空いてそう。切れない。いいから早くやって。ちっちゃくするから。そんな言わない。サイコロにして。私の赤身を奪って。いい私が食べるために。赤身を奪われたいんです。なんか、グキグキ言うよ。嘘。筋肉をほぐしてます。あ、いいですね。ブツ？ブツ？すごい。ブツギリだと思うじゃん。そういう風にさ、切るのも美味しい。違うよ。あかりはブツ切れなんかで終わる人間じゃない。なに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 ？まさか何？え、もしかして。ほら。ほら、ほら、ほら。わあ。もしかして。ね、どうやってやるの？あれを叩いてるってこと？音？こんなところで、あかりん、獅子堂の、必殺技が見れるの？待って、これ。これなんか言わなきゃいけなくなっちゃう流れ。いいよ、いいよ。あ、良いよね、びっくりした。でもやっぱ、あかりんレベルになるとさ、ほら、めちゃくちゃ面白い掛け声とかとともに叩けるのかなって思うけど。待って、仕返し仕返しどうかな。そんなこと言ってないのに、なんか仕返し、うん、じゃあ、あとしは何も言ってないもん、なんかやっぱ望めるテーテーか。あ、え、待って、それでテーテーになるんだ。望めるって最悪なんだとかじゃないいや、やっぱ望みをかばうメルトみたいな、うん、あ、え、すごい全然違うよかったね、お前罪かぶせられてた叩く叩け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 いいの叩いてよ。あら、叩いちゃう。そこで、そこで急に今、獅子堂先生がね、赤身を叩こうとしたんですけど無理ということで、ソフィアバレンティン先生が、え、うま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 、え、うまい、え、うまい、やってた。どうしてか遅いよ。へい、いっちょ。へい、いっちょ。マグロいっちょ。叩きいっちょ。ギルトに対して声の威勢がなさすぎるよ。独り言だよね、じゃあ。もう、え、すいません、大将、もうちょっと大きく言ってもらっていいですか。大将。そういう方針じゃないから。あ、やばい、ごめんなさい。あ、やばい。写真撮っちゃった、ごめんなさい。すいません。写真とか NG だからさ。ごめんなさい、すいません。出来上がりが一番美味しいんだから。そうだ。写真撮るな、黙ってくれ。渋い。かっこいいっす、大将。ちょっと厳しいお店なんだ。ああ、いやでも味があって。でも私の写真撮るのはいいよ。いやごめんなさい、それで言うともう500枚ぐらい撮ってました。でも今なら撮れるよ、みんなほら。あがりよ、来てるから。一生懸命下向いて、かわいいながら、ほんとに。かわいい。できたよ。なんでうちら避けたんだっけ。あ、終わったの、うまっ。画面にいるノイズだよね、じゃあ。ノイズなんだよね、うちらは、ね。ネギトロ完成。え、これ手で襲っていいの？え、待って、めちゃくちゃ上手。ちゃんと取るじゃん。ちゃんと取るじゃん。せーの。よいしょ。よいしょ。え、大丈夫？うちらマジで。イエーイ。え、これの、これ尺に。そうだよ。こっち尺にするか。この後だよ。この後。いい感じに。こっちがいい？どっちがいいよ。スパイとニートにいろいろさせて。そう。大丈夫だよ。誰がニートじゃん。ニートニート。ニートニートニート。ニートニートニート。ニート。ニート切り？いやでもまだね、切るものとかもありますし。でもそのくらいのサイズでも大丈夫。そう、ちなみに一番気まずいのはお姉さん、一応ちゃんと中トロ切ったじゃないですか。はいはいはい。ちなみに私が今のところ一番気まずい。お前何しに行った？もうこれがあるよ、これが。なになにいやこれ、切るえ、でもさ、なんかさ、開いてない？じゃあ開くか。新しいまだなのに。あ、何かをやってくれるみたい、石上先生も。やっと、何を切ろうかな。やっと職を見つけたようですよ。でもいいね。生臭い。それもあるよ。どれどれどれ。おお、もうな、確かに刺身の作っ、寿司の作ってないよ。じゃあ切るか。ほら見て、細いの。あ、今あかりん細いのやってくれてる。ありがとう。短冊切り出してくれてますね。偉いね、できてね。ありがとう。できて偉いね。うるせえ。え？すごいね。シンプルうるせえきた。ナイフも扱えちゃうんだ。このニートは。気がしちゃった。言葉のナイフも扱えちゃうんだ。え、そういう意味じゃなくて？コロコロに。私今はすげえうまいこと言うなってシンプルに感心してたのに。やっぱ FPS が上手だから。あ、ナイフもいけるんやなって思った。お前がなんだ、のぞみが FPS 上手。いや、間違えちゃった。
あーちゃ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 ーあーちゃーちゃーちゃーろうよあーちゃ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 ーえーってきましたマジずっとさうちらはノイズだな、うん、ね本当に帰った方がいいのかなで一旦うちら静かにしてみようわーわー美味しそういいんだよねこれがこれがいいんだよ今日はこれがいいんだよ今日はだってこういうぐらいのゆるさの手巻きパーティーだそうだよ逆に、ゆるくない手巻きってなんだよそう、ないそんな、あるはい、5分、はいはい、タイム、タイム鮮度落ちてる、落ちてる縮めるよ、縮めるよ今季のベストいけるよ割った、割った、卵割った炒める火通す、火通す、火通す燻製できたできたナイス赤い燻製が完璧だスビーのおかげで完璧なものになった共同じゃあ作ってくれてありがとうみんなに見せちゃうね見せちゃうちょっと用意して見せてもらおうかな今ちょっとねじゃあえなんかめちゃくちゃね拍手喝采くるわ拍手喝采なんじゃねこれ本当に正直なところなんだろうドアップめっちゃ良かったのに、うん、あでもいいよいいよいいよえ美味しそうじゃんいやめちゃくちゃ美味しそうできてる一番必要でしょあみんなにいつ見せちゃおうかなそれではあじゃあ本人にタイトルコールしてもらうかあかりのマグロあパ指パッチンできなかったあソフィーのちゃんと名前も入ってるわえトーク俺らあれだよねあの、うん、植物がさ育つ時話しかけるみたいなそう、うん、あ先生マグロのたたき、はい、マグロのちっちゃいやつ、はい、マグロの細いやつです、はい、おえ、いいじゃんそのままが一番いいんだから、名前の付け方なんてうまくないっすねあ、マグロはやっぱあと一人に任せちゃおうかなうわー誰誰誰あれのマグロがないですかあ、寿司、あの、なんつーのそうネタ用のそうだよね、やってたもんね、ネタそうそう確かにプロの技をそうだよね見せていただきたいよね一番最初にやってもらえばよかったなんだろうもう切られてるやつ買ってきたとは言いづらいよということでよいしょじゃあ見せてもらおっかいいっすかっ、ね、先生に次はじゃあ私シングルタスクだからトークは任せようかなあじゃあ喋りかけをいっぱいやめて今日はありがとうありがとうありがとう何を食べたのツナマヨ和風おにぎりこれしか知らない人じゃんもういいこんな狭いところいいうんいいよありがとう、うん、じゃあほらシシドさん質問してごらんのぞみちゃんはい冷たいねマグロがそうだねちょっとまだ凍ってるねちょっと怖い世界観が怖い一気にのぞみちゃん闇を感じたよ、はい、意気込みどうぞはいあ確かに意気込みお願いします柵で切る機会ぶっちゃけ全然人生でなかったけどうんまあイメトレはバッチリわあ料理の頼もしい料理のショートと TikTok ばっか見てるからじゃあこういうので斜めで入れる、ね、実際にやってくれ斜めだよねそうソフィアが拍手してるのはこれはあ待ってすごいじゃないからね早く気まずい気まずい気まずい早くだからねえ、よくねどうソフィー、近くで見て美味しそう美味しそううんなんか左手迷子じゃないちょっとビニール手袋ってむずいかもちょっと滑りやすいからね、気をつけて、うん、確かに手気をつけてね、うん、手切ったらあれしよう、包帯巻こうあじゃあもう巻いてる巻いてるもう巻いてる巻いてるなんかうるさん、真ん中2人うるさんでも解放したらいいんじゃない力解放したらもっとうまく切れちゃうんじゃないなんで頑張ってる人がこんなにいじめらなきゃいけないの頑張ってて偉いね頑張ってて偉いよ現代の良くないところですよあ、でも良くない えでもガチでほらあの正直レビューはマジでうまいうまいマジでうまい速も早いでしょ、うん、あのね、角を立てた方がいいってねあのショートでなんか言ってた角を立てるってなんかこのもうこういうこの仕入れ先がさ、現代だよねバチバチじゃなくてこういう感じ、うん、これ斜めにするのがいいんだってへぇーへぇーで終わりマジ難しかった興味ないか、さすがに角を立てる、ね、え、うん、うちが知ってるお寿司のあれは、うん、醤油は少なめで食べるのが通、うん、嘘見て見てふわっとしてるえぇー醤油で嘘おい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 一応さ、やっぱね
あの手巻き寿司とかお寿司ということもあり調味料用意したんですけど、あれなんか寿司だけじゃないっぽい。何を買ってきたの？何買ってきたの？発表していいよもうそれ。ドドンめんつゆ。ドドン来た。今日一番の笑顔でこっちに見せてきて本当に可愛いんだから。そう、まったく。めんつゆ買ってもらった。めんつゆが美味しいよね。愚か者かも、うん、めんつゆ買ってもらったわやばい。みんなで買い物行ったの。いいの、めっちゃいいのって言うからさ。可愛いな。で持ってきた後にえこれでいいよねって言ったら本当にいいの。そう、本当にめんつゆ買ってくれるの。えその動画を撮ってある。ないか。聞いた人これ、うん、聞いた人、早く食べたい。疲れたからじゃない。じゃあしゃべってろ。えすごい、でもガチでプロみたいだよ。でしょ、うん、ごめんけど、上手だ、このまま売れるよ。あじゃあ売っちゃおっかな。やっぱスーパーカリスマインフルエンサーかっこ笑いって何でもできるんだ。いる今のかっこ笑い。いる。何でもできちゃうんだな、ガチで。あれだよね、料理動画やっぱインフルエンサーに必要ない、うん、いやそうそう、あそっか、やっぱ料理っていいから。最近なんかよくあれしてるもんね、食の望みになってる、うん、あ、確かに。なんか予定がたまたまこの1週間に集中した結果なんかそうなっちゃったんだけど。すごいね、なんか巷では食べていると。そう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 。やめてよ。よいしょ。いいですね、いろんなものを食べれるっていうのはね、幸せです、ね、ありがとう、皆さんのおかげです。はい、幸せに切れます。あ、じゃあこれブツにしとく。あ、そうしよう。お、みんな最近料理とかしてる？お、確かし自炊してます。え、やばい、ははって笑ってる人いる。え、これ盛り付けむずくない？いや、むずい、そこでセンスが問われる。お、そこなの。ふぐ刺しみたいにするか。やっぱ家を見習いな。あ、やばい、足りない、ふぐ刺し用には足りない。あと待って、分厚く切りすぎた。ちなみに心の補正でみんなやってくれるよ、多分。分厚いの美味しいよな。美味しい。そうだよ、噛んだら口の中に入ってきて変わらないから。なんだなんだ、なんてなんて、うん、なんてなんて、ごちゃ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 って。やばい。なんか あとちょっとだよ、のぞみちゃん。お前笑えばいいと思ってた。お前。あと。いやいやいや。笑うと後で虹がみじればいいと思ってるだろ。聞いてなかった。どう？でドドーンです。良さそうだよ、めちゃめちゃいい。美しい、ちょっと解釈違い、すっごい、あのよく見るとめっちゃ汚いから遠目から見てほしい。え、うますぎて。美しいってこと。美しい、美しい。え、めっちゃでも見てほら、血汚いんだよ。ちょっとこれでもほら、うん、ああいうこれでよくね、これでよくね、ああいう遺跡だね。あ、汚い、ちょっと汚い。こんなもんだよ、人生って。そうだよね、うん、そうよ。綺麗そうに見えてってこと。そうそうそう。ちょっと、まあ、確かに見せる。ここがかっこ闇かもしれない。やかましいわ、確かに。なわけで私が切った、はい、マグロの刺身こちらです。ドドンドドン。いや、ほら、そういう、そういうお皿の柄だと思って。美しすぎる。わわー、アップしないで、アップしないで。意外と切れてるでしょ。真ん中のやつやめて。私がどうしようもなくなって切ったブツで見るのやめて。これ何。やればいいでしょ、真ん中寂しいからね。そう、あのなんかあれだよね、あのあしらいってやつ、お花とか飾ってある。そうそうそう、タンポポ要素よな。そう、あ、うん、タンポポじゃなくて、なんだタンポポだっけ。タンポポだよ。しかもタンポポって色合いじゃないんだ。ええ、はい、ということで、ね、ありがとうございます。あ、綺麗にね、写していただいてありがとうございます。やばいこと言った。やばいかも、まあ、やばいかもだよ。てなわけで、はい、じゃあ一応揃ったの？具材はあの何、切らなきゃいけない系はね、あれはエビはいいの。あ、そうだ、開く。あ、開く。ちょっと多少開くか。え、多少開こう。ちょっとさ、え、これとかで拭いていい？いいよ。やばいかな。あ、確かに。ねえ、うちさ、すごいこと言っていい？いいよ。何？このさ、なんて言うんだろう、うん、うんうん、みんなにも見せたよね、あのさっき、うん、すごい大量にあった下の方にあったさ、エビ、うん、あったじゃん、うん、殻付きのね。そう、殻付きの、うんうん、ああいう、ね、なんていうの、生エビ、はいはいはい、生食用エビみたいなね。お寿司食べたことない。え、ってことは、え、甘エビ初、赤エビ初。あの、甘エビはガチで初。ええ、甘エビのお寿司食べたことない。マジで言ってますの。うん、てかそもそもエビを食べ
ってこなかった、はあ、お寿司でねってことね。まことに、まこと、めっちゃむずい。だからちょっとすごい楽しみだよ私今日。怖っ、むずいね、こまなって、ね、こんな世の中の何も食べたことない倉持ねるかちゃんにね食の喜びを伝えられる。やったこうだ。え、すごい寝てんだけど、もうあ、すごいすごいすごい、はい、じゃあ、え、上手じゃない。いいじゃん、1人ずつ食べていく、1人1個ずつ。やってくな、捨てちゃった。あがい、手袋しちゃった真似すんなよ。あがい、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 みんなに出ない、あがり、あがり、かわいいね、そひちゃん、かわいいね、あがり、あがい、似てねえよ。そ、そ、ソフィア、ソフィア、似てねえよ。ソフィアバレンタインね、ソフィアバレンタインね、メルチ、メルチ、え、びっくりした、自分食べたことないのを引くよ。やばい、大丈夫だ、似てないから、ノーダメージだ。よかった、ダメージ低くて。よかった、なんとか立ってられる。なんか座って今回初めてさ、この、はい、いわゆる優等エビっていうの、その頭ついてる腹が丸っていうエビゴールド、はいはい、正直あんまりさ扱う機会ってないじゃん。ない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 、ない、そうだから、うん、正直買うときに、うん、そのね、お魚屋さんに、え、これ初心者いけますかって聞いたの、うん、だからどうやってやればいいですかみたいな、うん、普通に頭やって、うん、切り開いて背わた一個一個取ってって、うん、やる感じですかって言ったら、ああ、いや、いいよ、もう何もう何してもいいし、もう適当にカラパーって取って、もう背負ったのでもいいよって言われて、魂の料理ね。そう、だからやっぱ料理ってパッションなんやな、うん、ソウルで食えってことか。はい、あ、やりますか。やってやってやって、やってください、いいね、やってやってやって、やりやん。じゃあこっちソフィー、うんうん、じゃあ左から乗せてこ、新しくて、あ、いいね、それ天才的な考えだ、完璧完璧、楽しみだ。エビ開くことだって相当ないですよ、これ初めてやった。え、待って、1人1エビマジかな、1人1エビとりあえず、あ、確かに確かに、だってエビ1、ね、このままでもあれだしね。そうそうそう、ね、巻くのには、え、待って、うまそうじゃね、このエビ、めっちゃ美味しそう。でも背わた取んなくていいって言ってたけど、ちゃんと取ったよ。え、そう、ちゃんと取ったんだよね。なんかメルチが背わたってどことか言う。はい、まあ、なんで言うの、やめてよ。でもうちが一番綺麗に取れてたもん。天才天才。でもその後爪楊枝で全部取った、残ってたよ。小じゅうとじゃない、全部取ってくれやつ、残ってたよ。メルトさん、メルトさん、残ってるわ、残ってるわ、ここに埃が残ってるわ。え、エビ開くのむずい。いや難しいんだよ。え、やばい、こんなむずいと思わなかった。まあでも包丁がね、果物包丁だから、あ、安全に配慮してね、うんうんうん、じゃあうちらってさ、ほん、ガチモンでやったら、ガチモンでやったらもう、あ、でもうまくね、もうプロよ、プロ、プロと一緒、あ、すいませんでした、あ、すいませんでした、はい、メルトさん、じゃあお願いします、はい、メルトさんの番ね。メルトさん、こじゅうとあかり役なのに、こじゅうと取らないで、これ先生のだからこっちじゃない、あ、そうだよ、あ、すいませんすいません、すごいなんか、すごいすごいね、この光景は。すごいね、なかなかエビがね、一匹一匹それぞれ、尻尾も当たっちゃったから、なぜか一人一さばいております。はい、いいんで、お寿司をみんなでね、一緒にやるのが楽しいから。 ねえ、わかるわ。お、でもすごい、ちゃんとしたエビ買ったの初めてだな。手際いい、うん、じゃあやっぱ毎日お味噌汁作ってあげようか。うん、作ってくれる。え、ガヤどうした。あ、ごめん、遊んだ。ガヤがあってのうちとソフィーだよ。気持ち悪いなって思いながら、シンプル気持ち悪い武士になっちゃうから、なんか言ってんなと思って無視しようかなと思って。頼むわ。いや、この定定を聞きたい人がいるかなって思って。そうそう、黙ってたんだよね、賑やかしだよね、うん、それはそうかもね。野に咲く花だよね、うちらは。そうだよ。あの音に反応する花。大丈夫そう。あと普通に寿司、なんか今それ聞いた、味噌汁買ってくればよかったなって思った。うまくない、うまい、うまい、思ってないならやめてくれよ。俺で遊ばないでくれよ。モテ遊ぶからな、ソフィーは。そうなんだよ、こいつの良くないとこはね、そこなんですよ。モテ遊んでないよ、俺だけだと思ってたのに。私だけだと思ってたのに、勘違いだったんだよ。女のことが好きだもん。あ、やばいやばいやばい、こういうやつが一番好きなこと、大好きだよ。騙されるなよ、俺は。でも好きだから仕方ないよね。わかる。じゃあ、みんなのエビを見ていきますか。お、見ていきますかね。エビ、エビ、エビ、お願いします、エビ。ドーン、ドーン。
番。おお。これ当たりの。じゃあまず左から。はい。はい、一番手、ソフィア・バレンタインの1番手。一番手めちゃめちゃ綺麗じゃないか。いいじゃん、いいじゃん。どうすか、自信のほどは。なんかヘラヘラしてんな。イカって言ってたから。イカどうしよう。もう、お腹空いて、それしか考えられないから。そこからか。早く食べたいから、次行きましょう。これは、エビだよ。二文字は合ってた。うん。あ、惜しい。惜しい。マジで惜しい。二文字は合ってたんだけどな。惜しいなぁ。そして、次。二番手。なんか、多分一番上手に向けたと思ってるもん。はい、りさこです。三角形みたい。すごい。後編三角形みたいだって。本当だ。東京タワーみたいでいいじゃん。東京タワー、逆東京タワーってこと。逆東京タワー。わあ。あかり東京タワー食べようと。でか存在。すごい。ゴジラしか言わないですね。いいねいいね。はい、そして。そして、俺倉持さく。ででん。ででん。おどうですか、自信のほどは。なんか、え、なんか、なんか私の方にかかってる。違うよ。なんかペチョってしてる。は、お前ら開きすぎなんだし、普通にこれがでかちっちゃくない、ちっちゃくない、ちっちゃくない、はい、ちっちゃい指渡されたし、俺開けてないんじゃない。いや一番ちっちゃいよ。やばい、仕組まれてるよこれ。はい、もういいですかね。はい、いいです。次、そして次、うん、石神作。うわ、ごめんけど一番うまくない。あ、びっくりした、いい声で言ったらよく見えるみたいな。一番うまいよ。一番きつい。寿司屋行ったら赤エビ5貫頼む。めっちゃ好きじゃん。はい、なんでね、ちょっとこれ一番うまいんじゃないかな、ということで以上、我々4人がさばいた赤エビでした。これで作ったお寿司もはいてなわけで、まあめっちゃ準備してるもん。違うもん、回してくれてるんだよ。ありがとう、ありがとう、ソフィー。ね、今あの説明させていただきます。今3人がね、赤エビ見ながらギャギャ言ってる中、うん、ソフィーがもう黙々と海苔を準備し、あの巻くやつを準備し、米を用意しってやってくれました。ありがとう。本当にすごいよ、仕事ができるんだ。ガチでいつでも起きる、これで一番はソフィーじゃない。具材が一応用意はできましたので、うん、仕込み終わりましたので、じゃあ早速ちょいね、ちょっと切れたらもうこんな時間ですか。巻いたりしてみますか。はい、巻こう、巻こう。巻いて、でも巻き寿司みんなで一本、一人で、もう一人好きなのそれぞれ、まず最初は素敵な作品を作ろう、作ってください。うわー、でそれをね、みんなに見せましょう。やりたいと、やりたいと、やりたいと。じゃあソフィーからじゃない。うん、はい、行ったらいいぞ。お腹空いてるから師匠見せてくださいよ。見せてくださいよ。困ってる。好きな具材いっぱい入れな。いっぱい入れな。もう好きなものを好きなだけ食べて。巻き寿司。こちら。っていうのは、まずご飯をドドンと。お。ドドンね。の先生。確かにそう言われたらどうやるのが正解なんだろう。巻き寿司と手巻き寿司は何が違うの？え、手巻き寿司はなんか。今あれ手巻きかな。そう、あれでしょ、花束みたいな形。そう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 、巻き寿司はそのさ、あの納豆巻きみたいな。これご飯、あー、わかったわ。足りなかったら追加できるよ、うん、好きなだけ。え、上手だよ。あ、なんか今のところお米の広げ方が上手。今ソフィーが海苔の上に米を、そう、はい、広げています。いいですね。抜けてます。しゃもじも今日仕入れました。お、はい、なんかいいしゃもじ買ってきたんだよ。あ、そうなの。そう、うん、特別しゃもじ。そう、なんかそこら辺じゃな、なんかそこら辺って言ったらあれですけど、うん、その特別製法。特別製法。ちょっとちょっとね、ちょっとお値段したね。なんかたまたま歩いてたら、うん、こう、何、料理のプロの人しかさ、うん、ご用達しないようなあの。イカを。お、わー、おー、ダイレクトに。はい、どう。ダイレクトイカだ。ダイレクトイカで、え、いい、ね、いいですか。いいよ、いいよ、いいよ。そして。何入れちゃう？何入れるの？何入れちゃうかな？いいんだよ、全部とか。全部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 ってやってもいいよ。マグロも入れちゃう。うわー、おー、中トロ、中トロ入れちゃい、入れちゃい。中トロ、中トロ、うわ、うまそう。中トロ、中トロ、そしてバーカソー、そしてそして、中トロ100本入れたい。はい、いくよ。マグロ入れちゃうかな。入れようね。
魚卵いくら先生だ。はい、いくら先生です。開けるって言ったのに明かりが開けらんなくてぶっ壊しそう。大丈夫そう。いや、いくらもね、いい感じのを買ってきたんです。ナイス、天才だ。奮発しちゃおうかなって思ったんだけどね、これもね、うん、負けてくれたんだよね。すごいね。じゃあその人も呼ぼうよありがとうってことでね、ねぎらいパーティーしなきゃね、うん、持っていこうよ、作ったら、ね、なんかアイドル集団に間違えられたよねそうそうなの。今回さ、まあ魚屋行ったじゃん、うん、で、うん、なんかこれくださいって言って、はいよっつって、まあ買うじゃん。でも結構さ、割とさっきみんなね見せた通り、割と結構ガチめの食材買ってきたじゃん。うんうん、うん、その刺身パックとはまたちょっと違うような感じで、はいはいはい、で、あ、漁師食くださいって言ったら、赤ペが言ったんだよね。そしたらなんか、え、なんて言われたんだっけ。え、アイドルじゃんみたいな。そうアイドルでしょって言われて、うん、え、違いますよって言ったら、うんうん、あの、漁師食くださいって言った時に、うん、うわ、絶対アイドルだいるよって思ってできました。あ、できたってよ。え、じゃあこれを巻いてもいいんですか。巻く前に一旦、うん、お醤油、うん、お醤油ごめんなさい違うでしょ。一回みんなに見せようねって話でしょ。そうミルトちゃん大丈夫かな。ごめんなさい誰よりも美味しく味わおうとしないで、ありつけの話じゃねえから。美味しそう。はずい。え、いいんじゃない。はずい。いいのでは。わからない。すいません。はぁ、恥ずかしい。今ね、巻く前のその具材がどんなのが入ってるかね。じゃあ、お見せしようかなと。ちょっと今準備しております。というわけで。はい。できた。うん、素晴らしい巻き寿司の完成前の図です。こちら。おぉ、これはどんなこだわり。イカとイカを彩るみんなたちっていう。そういう性があるんだはい、上手。みんながみんなで支え合っていこうっていう。感動完成になってあります。待って、震える。うわ、待って、涙止まらん。誰よりもお腹空いてんだぜ、あいつ戻った瞬間にすぐ食うだみんなでむしゃ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 え、そう、これさ、ちゃんと巻くやつあるじゃん、この後ろのやつね、うん、これ使うか分からんのにさ、見つけたから調子乗って買っちゃったんだよね。え、こんなん使うに決まってるよ、絶対にだ。そう、だから手巻きの予定だったんだけど、普通に巻きにしてもいいかな、うんうん、確かに、こんなのいくらあってもいいですね。いいですからね、じゃあこれはちょっとコーヒーのね、完成はこうご期待ということで。はーい、いいね。で、お次、あかりもやりたい。いいよ、やってくれ。え、これ、あ、出してみるか。もしかしてこれあれか、おのおさと、さっさとやった方がいい。おのおのやるか。おのおの、確かに。そうだね。鮮度、鮮度、鮮度でしょ。鮮度、鮮度、鮮度、早く早く。ほらほら、今期のタイムが落ちてるよ、落ちてるよ、落ちてるよ、落ちてるよ。で、ちょっとこうね、お皿とか。あ、危ね。机の上に海苔乗せて作るとこだな。いいよって。え、いいのまあ、ありかなしかで言えばね、お家でやるならありだけどね。そう、口の中入ったら変わらないよ。一枚さ、うん、ね、ありがとう。え、ねえねえ、あんたこれあげるじゃん。あ、ラップしてやればよくない。あ、お皿にやった方がいいか。え、じゃあ、心元ないかなって思って頑張っ、なんかあれかなって。石神、それじゃできないんだ、お前は、うるさ。ザーコザーコザー、カス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 。海苔の上に、あ、トーク担当なのに、トーク終わったら、うん、シンプルに暴言しか言わない。え、ソフィーが巻いたらしいからさ、作ってる間にさ、みんなに見せたくない。ね、醤油あるよ、みんな。いや、どうなるんですかね。これ巻き方も個性出るしな、普通に切って。あ、そうだね、切ってみな。切っとくか。断面がやっぱ芸術的なのかもしれないし、お姉さん海苔置いとくで。うまくできてるかな。なんかフラフラして何もしてないそういうとこあるよね。うん、フラフラして切っただけだった。そういうとこあるよねとか言って。結構さ、手巻き、ん、これなんだっけ、巻き寿司でさ、うん、ご飯使うんだね。ね、そうだね、確かに ね。いや、私さ、一瞬さ、米もあの買いすぎとか思ったけど、足りそうでよかった、逆に、ね、むしろじゃない。むしろか、ちょっとむしろ足りない。どうする、足すまであるかな。いや、ま、まあ、まあ、一旦とりあえず一旦一旦
ご飯この一貫でお腹いっぱいになる可能性あるしな。そうだよ、そしたらもう、ね、あ、じゃあバイバイだよ普通にお腹いっぱい。それじゃあみんなバイバーラ、よだそうな、え、スティアーナ、よくない？あの、ごめん、1年は経ってる。ラ、よだそう、スティアーナ、はいはい、細か細か解散解散、過去ガチ細か、はい、はい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 、ねえねえ、うん、どうした？ご飯、ご飯、こんなんで、あの、どうしてお手手でやっちゃったか？え、だってみんながご飯使う、しゃもじ使うと思う。あー、なんでいい子なの？ほら、これ使いなさい。はいはいはい、綺麗だよ。あー、できた。なんなんなん、大丈夫だったね。うん、ゆっくりでいい。天才だ、本当に。天才、手でやっちゃった。いいんだよ、いいんだよ、本当の職人だよ、それが。そう、でも上手い人って確かにそれぐらい薄くやってる気がする。そうだよね、なんかお米もりもりじゃなくてちょっとそうそうそう、スンって感じ、ね、控えめの日本の心を、うん、え、えもう、もう一個あるもん。いいよ、いけいけいけえ、ごめん、築地ごめん、築地海鮮丼じゃないかけ放題じゃない、いるでしょ、あんた。あ、いるいる、よいしょ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 って言うまでかけ続けるのでえ、そういうのやってみたい。いいよ、私よいしょ言ってあげるよ。え、本当？でも、大丈夫やばい、暴言出そうだったね。なんかここまで使うなら全部使えようって話ではあるよ。いや、全部いっちゃう、全部いっちゃう、うん、全部いっちゃいなよ。やったやった、あんたいくら担当なんだから。え、なんかさ、やっぱどうしてもずっと醤油が気になるわ、私かけたら、じゃあじゃあこれさ、醤油でさ、漬けとかにしたら美味しそうだね。確かに、もうかけちゃった。いいよいいよいいよ、口に、口の中で合わさったら大丈夫そうだよ。美味しそうだね。あ、やばい、うち何もしてないわ。何好きな具材やりな。あ、え、お醤油かけようと、なんか、なんか、え、うちさ、イカもあんま食べないんだけど、イカもつけてみようかしらつけてみようかしら、きたかしら。え、待って、じゃあ私ネギトロ使っちゃおう。醤油、ジョーボ、ジョーボ、いいね。え、うちさ、やっぱネギトロ、めっちゃ美味しそう。力もできた、ね、誰も力使ってないやん私あ、ウニ忘れてた。わーお、この上乗っけるか、乗っけてごらん。うぅ、声大丈夫そう？やばい、やばい、ナイス、うまい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 、やって、やってみて。一回一つ食べていい？いいよいいよいいよ、食べてごらん。え、やばい、なに？ママモードになっちゃったあまりにも可愛くて、ガキャガキャ、うめっ。えー、ねえ、これ、あ、これお寿司を、できた。お、早いね。うん、エビ欲しい、めっちゃ考えた、どうしようかなって。本当だよな、じゃあ。うわ、あれなんちゃう、こういうのって、見て、生エビの方が相性いいんちゃう。うわ、バカだえー、暴言ですよ。あ、これもらっちゃおう、うちも、じゃ、うちもこれもらっちゃおう。おー、どんどん、わ、これ、明かりの映せるって。うそ、待って、これで完成、マジいいですか、せーの、イクラビーム。イクラビームやばい、絶対うまい、これは絶対うまいよ。え、良いじゃない、うえーい、絶対、もうこれうまくなかったらおかしいもん。すごい、いいですね、うん、絶対おいしい。いくら、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 難しい。え、これ負けるってことは、じゃあこの後難しい、うん、難しい、普通に思いとどまってるやつ、難しいよね。え、でもあるとこ、あ、あれ食えなそう難しくなっちゃったな。え、じゃあ私ちょっと贅沢バカ盛り目指そうかな。え、いいね、バカやろう、やろう。え、なに、俺バカだからわかんねえけどよ。でも中トロ1本だけ食べたい。え、100本食いな。え、100本もあるの。うん、ありがとう、贅沢巻き。じゃあ今巻いてるやつ全部取っていい？ダメだよ、人は取るんじゃないよ。え、だって100本も足りないじゃん。やば、切れない、食えんのかな。食えるよ、食えるか、食えなそう。あなた何担当だっけ。私は赤エビ。あー、けど赤エビってどれ。それ、これ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 。あ、これか。でも私知ってるんだ、はい、赤エビのこと好きだから赤エビの特性知ってんだ。へー、何か教えてあげないけど、聞いてない誰も、死ね、あぶね
こら、あ、そんなこと言わダメだよあ、うちも後でも、うち完成したマジ、うん、いいよ、ギュッて、どうだどうだ、あ、これを使うせっかくの、せっかくのはそれをギュッ、いや、ギュッ、どうかな、ギュッ、かわいい、あ、巻いてる、あ、うまくね、え、上手だ、やっぱ口からいくら出そうなんだ。よし、できた。食べてるからだろうよ。あ、やびやびやび。あんと、これを切ればいいんだよね。うん。まあ、真ん中一刀両断して、え、待って、切ったらいくら潰れない？すごい。いくらがいくら出せそう。あ、やばい。え、これみんなでシェア？みんなで食べよう。あ、そうよ。シェアもできるよ。ごめん。あ、いいよ。大運動会やっちゃった、ごめんみんな。おいしょ、あ、え、なんかさ、包丁この1は何気になるな、よし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 、いや、気になるところですね、どうなるか包丁で切るとさ、いくらがブツブツって言って、なんか心が悲しくなってきた、ね、あらあらあら潰れてる音がすごい、だってね、すごいことになってるもん、あー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 ペース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 ね、じゃあみんなうちもできたから見てください、こちらドーン、え、このこれは何よ、ドラゴンボール1個あるよそうだよ、回収した方がいいよ、うん、これで、ね、よかったね、みんな夢を叶えるんだでも7個投げた無理だよ、あれね、レーザーで1個見つけたんだよね、全部はダメ、1個だけ、全部はダメ、そうだよ、そう、あと本当のタイトルはこれは、石神以外石神以外私あんたの中で赤ぴゃん一つ目赤ちゃん、本当だ、赤ちゃんの、お前の自己主張激しいやっぱちょっと食べたいが勝っちゃった仲間絆じゃない食が勝っちまった、ごめん、望めるわ、かいさん、なんで今そんなことになってるの、やばいやばいやばい、一生懸命切ってた、やっか言える、やっか言えるねえ、でもこれなんかすごい芸術性高くない、ほら、いや、なんかね、アートを感じるね、欲しいものはさりげなくそこにある、そう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 、これが大で、副大石神以外、人生か、そうだよ、人生を表現しています、あいいですね、これはみんなも食べたいでしょ、これをだって口の中でハンってやった時にどこでこのあかりに出会えるか、そうそうそう、分かんない気づかないままの可能性ある、これに出会えた時に本当の願いが叶うわけ、うん、あー面白い、いいよいいよこれ、以上倉持先生の、いくら食ってんだよ、食ってないよ、はい、私もでした、じゃあ石上先生のもね、まあちょっとでき次第、できた、はい、できた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 、うん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 、じゃあ、おっ、ウニを乗せに来た、うわっ、なんか、なんかなんかおしゃれじゃない、うん、僕で合ってる、お、あ、違う、あれ違うのかな、なんかソフィーが無事太巻きを、あ、てか今思えばこれ太巻きじゃんね、誰か助けて大丈夫そう、お姉さん問われてるよ、センス、うん、どうやってやんだこれ、はいと、ねえ、これ飾りで乗っけていい、ね、助けてよ、あかりん、一緒にやって、え、乗っけて、はい、いいよ、乗せていいよ、はい、こうして、え、待って、着事はやばいよ、こうこうで、もうじゃあ、あ、できた、ねえ、ベチベチしないで、それみんなで食べるの、あ、そうだ、ごめん今ね、あの、ちなみに倉持先生があの、す巻きみたいなやつで巻いてるんだけどちょっと俺の愛米を叩きつけはしたね、俺の愛乗っちゃった、ごめん悪い、オッケーオッケーいけたいけた、ね、柔らかく巻いてみんなで美味しくいただくの、米はふんわりえ、力いっぱい力いっぱいじゃないのやだな、力がこれで違ったんだ、はい、ということで、すごい、ではちょっと気になりますね、海だ、海を変えた、これを私も切る、大丈夫、ちょっと一回一瞬ちょっとペチってしちゃったけど大丈夫、え、ペチペチしてもいいよ、これも大丈夫、あの切るやつ欲しい、あ、これありがとう、綺麗にしないといくらの白がいっぱい、あららら、まあでもいっか、いいんだよ、
いくらの種類いっぱいなんて。ありがとう。くら風味ってことでしょ。どうない？なんて豪勢な。あとでさ、多分だけどさ、うん、真ん中から切るが一番いいと思うんだよね。え、待って待って待って。うまそううまそううまそう。ということで、はい、いいっすか私の。あ、来た。はい。それでは私の作品こちらです。ドン。痛風巻き。痛風。うるさ。よくない？え、いいいい。ちょっと税の限りをなんか、うん、なんかちょっと港区な感じ。いいねいいねいいね。どうかだ。いいでしょう。あの税の限りを尽くした。尽くした巻き。ガキ巻きです。え、ウニ食べれんの？いいね、ウニ食べれんの？頑張って、なんかあんまり意識したことないから挑戦。おー、いいじゃない。楽しみ。え、待って、そうじゃん、うん、あれさ、これみんなでシェアするけどさ、うん、どうなんだろうね。はい。あ、食えない。バーマルオチャレンジです。挑戦じゃないな。挑戦挑戦。私もあんまり食べたことないから挑戦してみよう。ありがとうございます。過去闇だしね。ね、結構認めきれたと思いますけど。できた。え、ほんとやん。お皿は中トロ、エビ、うん、甘エビ、イクラ、ウニが乗ってます。わー、うまそう。贅沢やね、これは、ね、ありがとうございます。どういたしまして。お前じゃないね。てなわけでこれをね、皆さん巻き巻きして、うんうん、はい、やっていくんですけど、じゃあちょっとあれですかね、はい、私が巻いてたりする間に完成した人からはい、はい、え、これ乗っけていいの本当に。いいよ。え、じゃあ先にさ、写真やる。いや、やらなくていい？そっち先でいいよ。わかった。じゃあ、ありがとうございます。わー、はあ、面白い。え、いや、楽しみ。ちょっとこれできたのをみんなに見てもらうのも楽しみだけどさ、うん、普通にシンプル早く食べたい、うん、ね、早く食べたい。お腹空いたよね。なんか10粒はつまみ食いした。つまみすぎかも。食べすぎですよ。だってさ、机の上とかに乗ったのはさすがにみんな食べないでしょ。それはそう、うん、それはそうよ。10粒落ちた。10粒落ちたから10粒食った。じゃあ私と、あ、これの、うん、あ、メルトもこメルトもな。これでとりあえず一旦それで、あ、いいとソフィーの2人のやつ、はい、ドンドン、わぁ、ドン。すごい、なんか松前漬けみたいになってるけど。え、あ、それだ、ね、私が言いたかったの。美味しそう。めちゃくちゃ味あるやん。うまそう。美味しそう。ちょっとぜひこだわりポイントを教えてください。教えてほしい。こだわりは、うん、このつぷつぷのハートでしょ。あ、ほんとだ。やっぱバレンタインの次の日だから弱い。ちょっと弱いかも。いいね。そうだよ、そのハートみんなに届け、このハートを、ね、事故現場って言われてるよ。なんでだよ、おかしいだろ。え、でもこれ食べたら口の中入ったらね、だって変わんない。じゃあもうこのハート最後遺言だよね。ダイレクトメッセージだよね。バレちゃった、ハートは。あれか、愛かわいいは正義だから、メルトだよ。おいおい、厄介だよ。やめてくれよ。いや、でも普通にご飯の量が少ないのと、いくらがやばすぎて、あの、使ってくれなかった。足弱かったみたい。もうね、ちょっと何名かというか、何十名かのいくらが犠牲になってる感じあるもん。染まっちゃってるもんな。いや、でも絶対美味しいから。そうだね、風味もいいね。美味しいね。次、サフィーだ。あ、なんかトッピングしちゃってるよ。綺麗すぎる。シンプル寿司屋ではあるよ、うん、ね、うまくね。綺麗すぎるよ。はい、しっかり、ね、切るの難しいのに巻きまして、はい、真ん中にはウニと甘エビを乗せた巻き寿司も用意させていただきました。美味しそう。やっぱりシェフとしてしっかりね、あ、シェフなんだ。見本見せていこうかな。シェフ、あ、今日はシェフマーク。そう、シェフやばれたいんか。はい、やっとみんなに見習ってもらいたいなと思います。いや、めちゃ、でも正直そうね、美味しそう普通に、うん、この後の2も別にって感じだしな、ね、どうしよう。いや、まあまあまあ、いや、わかんないよ。いや、わかんない、わかんない。俺らが最強かもしれない。もう限界だ、お腹が好きすぎて。断面切るとまたちょっと違う。いや、もう早く食べたい。なんかどうでもいい。早く食べたいって。あ、そうですね、そうですね、そうですね、食べたいよ。いいから、さっさとお前らをやるで。というわけで、以上、シシラオさん。わー、素晴らしい。本当に素晴らしいですね。素晴らしいですね、うん、まあ、というわけで事故現場と一流寿司屋。
誰が好きかって対比が美しいよ ねやっぱね、なんかそういうやつって言われればなんかそういう風にも見えてくる、え待って望めるち、いやわかんないよ、いやごめんけどほんとどっこいだよこれはわかんないよ、わかんないよわかんないけどね、わかんないけどね、わかんないけど、わかんないけど一旦ね、ね、まあ、うんうんうん、ちょっと見せるの楽しみかね、見せるの楽しみ、こんなにやっぱ一流超えてっていうところはあるよねうちら、いやそうだよ、うん、なんかその落ち着いた落ち着いて、いやそうなんか落ち着いた雰囲気が出ているのもあるし、やっぱりちょっとみんなにね見せるの本当にちょっとみんな待っててね、まあうちらぐらいの出来になっちゃうとね、てかどっちがどっちがどっちなんだろうねというわけで、以上、あ以上じゃねえや終わり、見せる価値もないって、ありがとうございました、ありがとうございました、望める第4作品です、どうぞどうぞえどっちがどっちのなんだろうね、何このど素人感、素敵でも、はい、右は上手くない、おいでしょでしょでしょ、あのまあちょっとお米が足りなくてブニュってなってるやつもあるんだけど、綺麗に切れてるやつは綺麗なのよ、違うよ、美味しそう、違うよ、ね、ちょっと何が違うの、これはイクラとかウニとかの色付けでよく見えてるだけだよ、ウニの差し色、そういうねあの色味、ほらイクラ綺麗にね乗ってるこの輝きとかもやっぱりその石上選手の手腕ですよね、パーツ、はい、そうですか、美味しいと思います、こちらじゃあ食べるか、うちらもうちらも、じゃあ食べるか、うちらも見てよ、食べるか乾ききってるもうえ、なんだろう、なんでこんなうーんなんでこんなうーんなんだろうね、でも好きだからね中トロが、うん、だって中トロって一番うまいからね、中トロ入ってればもう口の中一部分でもでもいいね、すごいなんだよね、え、でも俺だけさん入ってってね、あ、じゃあもうなんかどうでもいいみたいなんで次行きましょうかねはい、じゃあ食べましょう、やったー、はい、俺の作品はそういうことそういうこと本当にじゃああれするか、みんなそれぞれ、はい、うん食べるんじゃなくて、ソフィーのはソフィーの、はいはい、赤ペンの赤ペンのでみんなでシェアして一気にこう一個ずつ、うん、あ、そうしよう、私のめんつゆかけてもいいですか、いいよ、すごい、ソフィーシェフの、確かにやっぱシェフがね正解だから、うん、その通りに食べよう、それが流儀、うん、めんつゆシェフがそう言うならそうよ、完璧です、かけれましたか、完璧です、はい、わあ、ほいじゃあよじょってよ、ソフィー、はい、シンプルで、シンプルで一番うまい、そうだよ、じゃあ、一番うまいから、ね、やったー、一番おいしそうありがとう、じゃあもらいに行っちゃおっかな、うちらが喋らないとあんなに可愛い空間になれるんだ、はい、何か言いたいんだ、じゃあ赤ペアの1個もらっていい、え、あ、それぞれ、あ、オッケー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 、じゃあ一番汚いのにしてあげる、ふざけんなよ、ありがとうこれ行こう、これふざけんなよちょうどいいやん、それでいいのよ、別に見た目してなくてもいいんだけど、具材がちょっとやばいかも具材がシンプル流れてる可能性はあるよ、ちょうだい、あかり、いやソフィーには一番大きいのあげるね、やったー、あでもこれ端っこだ、どうしよう、うち、うち、うん、嬉しそう、いっぱい食べて、あ、ね、あくっついてくっついてダメ、でも嫌いなわけじゃないでしょ、うん、じゃあじゃあチャレンジ、あ、これで、ね、ちっちゃいの、ありがとう、ちっちゃいの、じゃあかきほぐしてあげる、あ、ありがとう、かき出して本当にありがとう、はい、好きなの、じゃあ食べ、でもあの一番いいの食べたことないだけだから、あ、じゃあ、じゃあ一番立派、大丈夫だよ、これ行こう、ありがとう、嬉しいよ、あ、オッケーオッケー、あ、ありがとう、それが一番大事だから、ハートね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 、食べてください、ちょっと待ってかね、今、これ、いや、なにこれ一番ウニ少ないの、大きいのと、はい、これなんで、ありがとう、イカ、イカはちゃんと入れたと思う、え、なんで、やっぱソフィアだからだよ気持ち悪いえ今冷たい目して見てた、ごめん、お前は入れてもらってもないからいじめがあります、このユニットには、はい、どうぞ、え、じゃあこれ何、目の前にあったやつ、はい、私入ってないんだ、よし、待って、どこに、どれがメンチューだ、どこに夢があるかだよ、うちこれがメンチューかかってて、あ、そうだ、忘れてた先生のもいただきますね、はい、よし、取り分けできた、取り分けできます、またということで、ソフィーのからみんなで食べてこうよ、じゃあそうしよう、そうしよう、これ、
うん、めんつゆ味。でもソフィーのこれめんつゆかかってんだもんね。めんつゆかけた。おめんつゆ欲しかった。大丈夫。もうシェフのシェフの加減に任せる。シェフの手腕でしょ。そうそうそう。なんかあすいません、うちは醤油置いてないんで、あのこっちの味付けを、ね、こっちで加えるのは。そうそうそう。じゃあソフィーさんのから食べますか。食べますか。どうしました。いただきますの準備。はいはいはい、せーの、いただきます。どれ、今いただいてるのが、これがソフィーのやつです。あ、今実食中になってますね。ありがとうございます。せーの、じゃあいただきます。いただきます。うん、うまっ。うん、めんつゆ合う。うんうんうん、うん、うん、やばい、食べんなよ。待って、めんつゆめっちゃ合う。うんうんうん、しゃべってくれ。うんうんじゃないよ。超美味しい。え、いくらうまっ。うまい。あ、いくらうまかった、うん、あ、よかった。これ、コンビのいろいろ入ってると思うんだけど、昆布のめんつゆのこの昆布の甘い感じが普通に合うね。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。やっぱりシンプルに具材がぎっちり入ってるからうまい。うわぁ、さすが食レポ担当。お前らが喋んねえからだよ。お口いっぱい入ってた。どうですか、作ったご本人は。そうそう、どうですか。やはり一流シェフの味だな。笑っちゃってるやん。言い切ろうよ。いいね。めんつゆかけてさらに美味しくなって。いいね、確かに。自信作ですかね。自信作。おー、どこに出しても恥ずかしくないね。はい、これは。うちの子は本当にいい子だ。あんたの子だったんだ。どう、赤っぴゃ。美味しかった。美味しかった。いっちゃ味わってたもんね。ねえ、よか、うん。一口で食べちゃったから。え、一口じゃないのみんな。一口だったよ。一口で食べちゃった。でもソフィーはクリーン一番大きいのくれたから。ごめんね、メルト。くぅー、引く。多分だけど、そんな関係ない。引く。気にしなくていいよね。聞いてるんだ。聞くんだ、それ。じゃあ次は、どれ食べる。え、赤っぴゃ先生のじゃない。シシ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 どう食べる。いくら、いくら。え、先生、これは、うん、海ぶどうは乗せて食べた方がいいですか。うん。あ、別つゆだ。つゆ、あ、どっちがリンゴジュースでどっちがつゆ。これつゆだよ。え、つゆ、これもつゆ。え、ぶどう、違う、海ぶどう、メルトンのにしか乗っけてないから。あ、つゆでいただいてください。そう、つゆで食べていいよ。ありがとう。実はね、海ぶどう買ってたんですね。すごい。はい、じゃあいただきます。みんな待って、お願い。海ぶどう分があるからみんなお願い。いただきます。いただきます。こぼれすぎ。うん、おいしい。うん、うん、うん、あ、普通にうまい、うまい。うん、どうですか先生。あの、ガチャガチャしてる。私だけ海ぶどうが邪魔して。美味しいんだよ。右でいくら、左で海ぶどう食べたらめっちゃうまいんだけど、ガチャガチャしてる。あれ、マリアージュ無理ですか。醤油、うん、めんつゆ、ウニ、海ぶどう。ガチャガチャしてる。独立してんだ。独立しちゃってる。それぞれが全部美味しいよ。うん、美味しい。じゃあもう一個やつで食べていいよ。あー、全然話聞いてない。2倍、2倍海ぶどうやるね。こいつは全然話聞いてないわ。イクラがめっちゃプチプチしてて、超美味しい。あ、うん、美味しい。味も最高すぎる。でも本当にやっぱ、いいイクラ買ってきたのもあって。いや、うん、マジで美味しい。マジで最高すぎる。イクラと米が合う。ね、いっぱい買ってきてよかった。なかなか潰すのに時間かかるぐらいちゃんとしてる。粒がしっかりしてるね。そう、プチしてる。プチって噛むたびに弾力を感じる。ねえ。すごい。どうしたの。やばい、お腹満たされた瞬間食レポがすごい。喋りがもう。やっぱ、そういうこと。そういうこと、これが。喋るの。次食べる。ということで。うん。メルチの。メルチの。はい。以上、赤ピアノでした。じゃあ次、倉持先生のいただきますか。はい。かけな、はい、教えてた。中トロが山盛りだくさん、ね、中トロメイン、イカ添え、イカ添え、イクラは誰に入ってる。誰誰誰、探そうよみんなで夢を。夢をいる。え、ね、これじゃない、なんか潰れたイクラ入ってんの。おめでとう、君が夢を。さすがイクラ担当。まあイクラ担当なんで
で、じゃあかわいそうだから明かりのこぼしたいくらかけとこう。あ、一粒ね、一粒一粒。意味がない。あ、だって潰れてたし、潰れてた。あ、ありがとう、ありがとう。じゃあ食べよう。ということで、いただきまーす。うん。あ、うまっ。うん。間違いないこれは。うん、超最高。うん、一番、うん、あの普通なんだけど、うん、一番うまいよ。結局声がいっちゃうまい。うまい。おいしい。え、中トロおいしいね。柔らかい。しっかり。ね、ここだからいいよ。本当に。今俺の尻に文句あんのか、ドーンだよ。大将が奥からドーン出てきて、ドーンだよ。今ね、あのソフィーがね、美味しいって言うから静かに紙皿にミンチをたらーじゃあ、まさかしてないじゃん、うちのじゃね、倉持ち大将の味付け醤油だったんだけどね、違う違う、本当に中トロ美味しいね。うちではどうだよっていうやつでしょ。泣いちゃった泣いちゃったよ。いや、好きなように食べて。いや、美味しかったね。美味しかった。めっちゃうまいんだ。うん、じゃあ、次行きますか。次行きますか。怖い怖い、これ痛風、これ怖い。いけるいける。どう怖い、どう怖い。うん、なんかオレンジ色怖い。あ、ちょっと少ないのやったから。じゃあ、ちょっぴしずつ食べ。わかった。はい、準備万端。準備万端です。こちら私の痛風巻き、せーの、いただきます。いただきます。心の準備が。はい。え、え、配分が、うん、待って、あたしのツッコミやから。今口に入ってね、さ、ね、お、おいしいね。うん、赤いもおいしいと思う。赤いも、赤いも美味しいと思う。ふざけんなよ。ほら、美味しいって言ってる。赤いも美味しいって言ってる。赤いも、赤いも。ねえ、なんで私寿司で滑らなきゃいけないの。今もう世界で一番静かだったよ。空間が。なんでスタッフさんも空気読んで BGM 止めてんのよ。おかしいだろ。やっぱ DJ が今日は。あ、いるから。ねえ、ちょっといるから、うん、すごい腕のが。美味しかった。ウニがミルキーで生まれて。ああ、よかったよかった。え、ごめん、言えばいいと思ってるよ、それ。痛い痛い痛い。ミルキーマリアージュあたりを言えばいいと思ってるよね、じゃあね。そうかそうか。いや、確かにウニがミルキーでマリアージュが。聞き慣れね単語言えばいいと思ってんじゃねえよ。カタカナがいっちゃ強いからね。うん、そうだよ。いや、美味しかったけどね。美味しい。でも、いや、でも言いたいことは確かに美味しかったんだけど、うん、あの甘エビもあるし、ウニもあるし、イクラもあるし、でプラス刺身もあるから結構、うんうんうん、ちょっと素敵すぎちゃう。あの、なんかドーンドーンドーンって順々に攻撃してくる感じだった。そうだから、うんうん、あ、ウニ、あ、違う、エビ、あ、違う、刺身、うん、あれ、あ、こんにちはみたいに。あの、普通はそういういろんな表情を見せてくれるところがいいんだけどね。やばい、やばい、泣きそうな子供いる、どうしよう。え、ごめん、ど真ん中の子供が泣いてる。いいよ、ペーしていいよ。それか、水飲みな。うん、頑張って食べてくれてるんだよね。飲んでごらん、飲んでごらん。違うよね、やっぱね。あ、今ね、石神が悪いのよ、そう、これは。これ石神が悪いね、ソビ。うん。おい、今、私は食育に今問題提起をしてますよ。いいんですか、それで。ねえ、うん、大丈夫、頑張ったね。でもね、リンゴジュース美味しい。美味しいね、よかったよかった。私の寿司が美味しいのは一言も言ってない。リンゴジュース美味しい。うん、お前やだ。お前やだ、いただきました。ありがとうございます。完全に作り手が否定されることあるんだね。そうね、ね、皆さんは、ソフィーはずっと食べてるよ、この間も。ソフィーはあの、すごいひっそり自分の寿司にウニと甘エビを乗せて、こっそりあのメンチ入れて。かわいい、本当に食事するの今。
いいけど。これぞ食育でしょうよ。ジュースなくなっちゃった。ジュースなくなっちゃった、取っといて。ねえねえ、これさ。これ。でかい声で言ってやって。これね。うん。あの、しおりはるりちゃんと、大切でどずちゃんが、差し入れでオレンジジュースくれたの。ありがとうございます。今ね、今なんかお二方もね、ホラーゲームをやってる、やってらっしゃるみたいで、ご挨拶させていただいたので、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。やったー、超楽しみ。このジュースいただきますか。ジュースいただきました。うん、飲んでいい？うん。いいよ。やったー。あ、今ちょっとね。待って。あ、うん。ちょっと開けるのに時間かかる。ちょっと許してください。だってね、めちゃくちゃ美味しそうだもんね。そう、うん、いや、こんなものをいただいちゃって、ねね、なんかすごい高そうな、ね、ビンが入ってる、ビンが入ってる、みかんジュース、うん、美味しそうすぎる、ね、ジュース嬉しい、ね、嬉しい。それでさ、恥ずかしいのがさ、うん、ジュースもらった、よし俺行くぞって思ってうちらが持てるあの最大の武器が、うん、あのちっちゃいお菓子一個ずつなんですけど、すいませんとか言って、なんかエビ食べるかなって思って、そうそう、エビ食べるって言ったら大丈夫です。そうね、殻むく前の立派なエビ見せたんだけどダメだった。あー、ダメか、やっぱ力及ばず。ちゃんとしたものあったら返したいね。ね、そうだね、ぜひね。ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。また飲んでからちょっと、そうですね、ちょっと言わせていただこうと思います。言わせていただきたいですね。はい、なんかどうした？お、やめてもきって何ですか？あ、え、そうだよ。あとごめんけど、あの本当の話するけど、この時間帯ですごい今は美味しいねだよ。大丈夫？本当は30分前にやみてまきのくだりを言うはずだった。というわけで、まあね、今手巻き寿司と美味しいの食べさせていただきましたけど、一人はね、ちょっと美味しくないの食べたりしてましたけど、それは置いといて、え、闇っていうのは、それぞれ持ち寄った食材で闇手巻き寿司をしよう。リバーブがかかってくれてありがとう。ちょっとね、あの食材ね、買ってきたと思うんですよ、それぞれ、いいエビ、いい刺身とか、それ以外にも実はちょっと、お、すごいかっこいい BGM が、かっこいい、かっこいい。それ以外にもちょっとね、ふんふん、なんかね、ちょっと、はい、ただもうそれだけじゃつまんない、バラエティ班として我ら4人バラエティ担当ですから、つまらない。ということで、今回持ち合った食材、闇食材がこちら。美味しいのも取ってきちゃった。あの、皆さんね、見て気づかれると思うんですけど、すいません、あの思ったより尖ってはない。ちょっとアンパイをね、攻めて、ちょっとね、本当は、もっとね、なんかゲテモノ的なものとかあってもいいのかなって思ったんだけど、はんはん、なんかちょっと、だって美味しいの食べたいもんね。ちょっと、なんか真ん中あたりはね、あのお酒飲みたいですよね。すいません。じゃあ、なんか闇って書いちゃった手前、なんか上の方持ってか、うん、持ってた方がいいかなみたいな。だって左の3つあたりに関しては、うん、あの、あるそういう寿司が。ごめん、全部うまい。ベビースターとか絶対うまいもんね。ね、美味しいよね。納豆巻きもあるし、うん、まあ、ポッキーでギリ、まあ、ポッキーはバレンタインだったからさ。ああ、じゃあそのままだよね。はい、あの、ちょっとね、あの、なんかみんなが、あの、本当はもっとね、いろいろね、工夫凝らそうかなって思ったんですけど、はい、あの、ちょっとね、買い出ししてていろいろテンション上がった結果、あの、美味しいの食べたい方向に行っちゃった。いや、だってさ、高いお魚買っちゃったからさ、ちょっとね、まあ、予算など、そうだね、だってみんなご飯食べてなくてお腹ってペコペコ。そうそうそう、そんなね、あの、遊びに走ってる場合じゃなくなっちゃった、うちのシェフも。そう、うちのシェフはね、うちのシェフはね、今淡々と準備をしてくださってます。あ、てなわけで、ちょっとね、あの、ありがたいことにジュースが開きました。じゃあさ、これの前、闇の前にやっぱ美味しいさ、あの、ね、いただいたジュースで乾杯しちゃおうよ。え、ついでいいですか、皆さん。お願いします。いいんすか。あ、ちょっと、やってあげるわ。手弱反対派。ありがとうございます。どうぞどうぞ。あ、おっと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 。はい、どうぞ。あ、ありがとう。あ、おっとおっとおっと、いいんすか、いいん
スカンめっちゃいい匂いするんだけど。あざさざさざさ。やりますよ社長。社長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 はい。バカ社長がいる。とおいしょ。ありがとう。社会系バカ社長。社会系バカ社長。トップ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 。はい、よいしょ。すげえいいと思って。アルハラ社長。すごいよいしょ。そんならというわけで、じゃあいただいた。じゃあ、待って、うちは。いただきます。子供社長が。はい。じゃあ、温度お願いします。お願いします、社長。ありがとうありがとうありがとう乾杯コラゲー頑張ってねうまっ何このジュースうまっすぎるなんか飲む前からうまいんだけど匂いがてか本当にさそのまんまみかん食べてるみたいねマジで美味しい美味しいなんだこれ いいんですかすいませんえ私らようわからんお菓子でごめんなさい待ってそのお返しが、ね、本当にちゃんとお返し買わないと一個一個だよ、うん、大丈夫、ね、小さい次やった時ちゃんと渡そうえなんかやばいなんか渡そうよなのにじゃあそれでめちゃくちゃ本当に本当にねなんか偉そうだけど、うん、すごくいい人たちだなって思ったのが、うん、いいんですかもらってありがとうございますやばい気まずい気まずい申し訳なさが勝つそう申し訳なさが勝っちゃったいい人とありがたいありがとうございますありがとうございますありがとうございます歌ってみた素敵なの上がったのでねえそうだ2人で一緒に歌ってた最高すぎた可愛かった最高でした聞いてみてくださいありがとうございますはいあてなまあさっき使った食材を使いつつうんあれよダメよちゃんと米ん海苔だよそれ海苔ってわかるかな何これクンクン海苔やでそれサイズが違うんだけどやばないでやばめでメルトちゃんはねあの一度認識したものちょっと形が変わると分かんなくなっちゃうからねワンちゃんかなよちよちくんくんしちゃったねうるさいちょっと賢いワンちゃんもうちゃんなんか匂いするのかなって思って嗅ぎたくなっちゃった韓国海苔かなみたいなね、うん、味海苔かな、うん、みたいなね違ったねえソフィーはねタンタンこれさ闇手巻きって交換とかしないのあえ誰かに作ってさ交換したらおもろくねえ確かにそれやろうよ、うん、やるかそれぞれ好きな具入れてうんうん交換会しましょういいですねじゃあ内緒一人一つやめて負けを見るなよ見るなよこっそり作っていきましょう見んなよ見んなよだけんなよ見んなよえやめてわさび苦手な人誰だっけはいあえ泣いちゃう子供泣いちゃうあやめとくえじゃあもう最近食べれるようになったんだよいいわかりソフィーが作ったの食べるからなんでえスペースの意味ない意味ない意味ない普通の刺身を使っていいんですかもちろんいいせっかくいいの買ったんだからいい、はい、わかりましたそうだようん梅干し食べれない人どうぞ食べれます加減がわかんないな今回ねやっぱ念のため一応ちっちゃめのさっきの海苔の4分の1ぐらいのサイズの海苔なんでどうしよううちだけさめっちゃ美味しいの作ってたから、うん、メルトっていうのやろうかなお前いいやつだなの好感度上げしちゃおうかなあの今言ってもう台無しこれでリスナーさんからのさ、好感度も爆上がりかな、うん、あの、これ聞いた私とリスナー今どっちも同じ感想入れてるうるせえなってずっと思ってるあそうなんだそう、やかましいなで早く作った方がいいねはいなんでもないよごめんごめん作っていいのでもな作ろうに闇切ってもだしないや、そうなのよ意外と美味しいやつしかないからそうなのそう、そう、あのねそれでそうガチでそうなのマジで美味しいんだよねうまいやつ目指すやっぱ掛け合わせでいくしかないこういう時ね掛け算だからこういうのこれあそれはねミートボールだよこれ見た目も重要なんちゃうのミートボールあミートボール生ハム入れようかなちょっとごめんミートボール運びしようと思ったんだけどさすがに汚したらまずいので生ハム一度俺の手中に収める生ハムうん、海ぶどうそうだったうち言っちゃいけないんだったそうだよ今ちょっとねリスナーさんもちょっとだ何入れ誰が何やってるかなって思うと思うんですけどどうしよう
内緒なんだ。入れちゃおうかな。あ、じゃあうちらに聞こえない程度にマイクに入る程度のやつは言っていいよ。オッケー。ホタテの貝ひも。メルトバカ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 メルトメルトバカメルトバカメルトバカ。よしよしよし。どうしたの？どうしたの？なんかなんかシトシトしてた。違うよ。してないよ。してないよ。そう。してなくはねえだろ。ソフィーホタテの貝ひも好き？どうかな？大好き。あ、なんかしてない？まんま食ってない？なんかうま。花見が始まってる？うわ花見してえな。うわ花見したいな。え貝ひも好き？あ、はい。うまー。貝ひも、え嫌いなの。うぐるくさいにもいかがして、あ。いや食べれない。うまかった。何今の？全部ガキ。めっちゃ匂いかがして。うん。唐突に全部ガキ。今貝ひもの匂いかがされた。かわいい。うん、今は大丈夫かなって思ったら嗅がされた。え、もうこんなに美味しいものがあるの？よし、世の中には。お姉さんはそういうの貝ひもとかさ、スルメとか好きだよね。うん、焼酎に合えば何だって好き。やだ、こんな女と同期。そうだよ、酒がいっちゃうまいですから。うわ、狙いに行くか悩むな。狙うって何ですか？え、狙うって何ですか？同期が食べるかもしれないんですよ。だから美味しくさせてあげるかってことじゃん。あね、あね、それはそう。あーねなんだ。うん。もう入るかな。もらい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 。いいよ。楽しい。何よりで笑った。どうしちゃおっかね。こりゃ。ちょっと意外性を狙って。これじゃねやっぱ。よし。どうしようかな。なんかでもね、うちのは小細工はいらない気がすんのよ。いや、そう、小細工とかいらねえから。そう、いらない。わかった、何もいらない。これで決まり。普通にポッキー食べたいな。ええ、ポッキーって何ですか？え、ポッキーって何ですか？誰が使おうと思ったんですか？これって、黙れ、やめてください。写真足りますか？あ、もしあの感染の人はじゃあ、あの私らに見えないようにね。あ、わかった。はい。うわ、悩む。え、うちこれ巻いてからがいいな。え、知ってる？ご飯粒一粒ちょうだい。待って、今日本語全部おかしくない？そうだよ、ご飯粒があれば。そうだよ、そうそう、でくっつくってことだよね。今、待って、知ってるって言ってなかった？知ってる。これは、自分で取れるよね。写真を保存しても置いてもらって、そうそうそう、みんなで食べた時に。あ、そうそう、そうだね、出してもらおうか。そうそうそう、ちょっと見ないようにしておきましょう。しますか。しかし、わあ、どうしようかな。ご飯粒で止まれ、おまれ、おま、おまれ。なんてなんて。あ、私もそれね、とてもいい考えだと思います。止まってくれ。これで、え、巻いたのでもいいよね。あ、飾り付けにじゃあ乗っけてあげよう。まだだわ、まだ飾り付けが足りない。あれ、いっぱいいっぱいやんないとダメだから、これ。あ、ここにあったんかい。ちょっと待ちな。これでしょ。あ、え、うち、やばい、降りてきた。何が？降りないでほしい。やばい、降りてきた、どうしよう、待った。これやばい。嘘。すぐにみんなに発表したいけど、もどかしいよ、思いが。もどかしいよ。あれ欲しいな、ちょっと待って。あれ欲しくて、これ欲しくて、それ入れたくて。そっか、これ入れよう。これ使ってもいい？いいよ。ありがとう。反対側使うね。え、ごめん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 、本当にごめん。あれって、どれぐらい、ある意味本当にすいません。あ、持ってきちゃった、お箸。あ、ちょっと、よし。うちちょっとやばい、メッセージ性でしちゃってる。すごいすごいでしょ。うん、やばい。これ気づいた時みんな多分涙しちゃうんじゃないかな。涙、涙、涙する。泣いちゃう、感動、それとも怖くて。うん、あ、ちょ、うん、感動だよね。怖さではないよ、絶対に。本当に、そう、こういうやっぱこう和な感じの美しさっていうのがあるよね。そう、なんかパフェみたいななってきた。え、じゃあ絶対美味しいじゃん。おー、すごーい、いいじゃん。紙コップこれだね。
パフェいいじゃん。嫌い？パフェいいね。じゃあうちその間に自分の作ったやつ食べよう。すごい恐ろしいことに。おい食ってんじゃねえよ。できた私の闇手巻き。よし。じゃあ私これ完成。完成。できたできた。ちょっとその間暇だからイクラのウニウニ食べちゃおう。ウニ食べようとしてるやついる。ウニ。じゃあ私も、あ、いいよ。食べな。食べながらやろうよ。ちょっと用意しつつ、それぞれ各々が自らの処理する回。うん、本当にウニ美味しい。ウニと甘いで最高すぎる。普通にうまがってるやついない。いや最高だよ。え、ちょっとさ、全然さ、うん、あれなんちゃうの、うん、赤身とか取ってないんちゃうの。なんかさ、うん、もともともないこといいっすか自分。いいよ、うん、刺身食っていいっすか。え、私は刺身食べる。やっぱそうか。イエーイ、これ握り、握りやるご飯もうないや。ねえねえ、これどうする。うちらの化身。化身、うん、うちらがき、わ、あ、赤エビね。なんだっけ、開いた。ないか。寿司、寿司握ろうって思ってたんだけど。まあでも握んなくてもうめえからいいや。ね、待って、ソフィーだけの、ソフィーの動きがずっと本当になんか寿司バイキングの。マジで食べることに対するあれが本当にね、食っちゃってる。のぞみのおやび食べちゃう。いいよ、噛んじゃった。いいよ、食べていいよ。やった。じゃあうちこれ食べる。めんつゆなんだよね、やっぱり。そうだよ、めんつゆだよ。いや、めんつゆね、先生は予想よりね、合ってた。予想って、なんか予想がさえ条件じゃないの。おかしいよ。やばい、やばい、なんか難しいこと言ってくる。怒らせちゃった。うん、やった、エビも食べちゃおう。声腫れ上げてたよ、今。うまっ。おかしいよ。お冬市場一番声高かった。みんな完成したの。完成したかな、うん、完成したんだ。あ、もうちょっと、もうちょっ と, ょっといいよ。ゆっくりやってもいいよ。じゃあ甘エビうつ食べちゃおう。食べすぎ。じゃあエビ食べちゃおう。今みんなが見てるのはうちらが食べてるところだけ。え、だって今日って食べるかいいでしょ。そうだよね。そうだよ、エビ美味しい。だって最初に言ってたし、食べるだけだよって、うん、赤身美味しい。赤身美味しい。エビじゃんまい。え、待って、さすがにちょっとさ、開いたエビ食べちゃおうかしら。ミートボール食べたい。うちも食べる。いいよ、ちょっと待って、取ってあげましょうね。やった。はい、どうぞ。うまっ。じゃあ誰かのエビもおらい。あ、俺自分の子。うん、あ、そっか、え、これあかりのだよ。うん、食べて。あ、じゃあごめんソフィー、うちので。うん、うん、え、ソフィーにそんなのあげないでよ。おい、どういうことだよ。ソフィーにそんなのあげないでよ。どういうことだよ、話し合いが必要だよ。じゃあね、エビ食べてるところ申し訳ないですけれども。はい、はい。あ、うん、じゃあ今ちょっと写真の準備などもできたみたいなので。じゃあどうやって交換する。目つぶってさ。あ、いいね。ティリリ、分かった。じゃあ一回スタッフさんに1から4まで並べてもらって、うん、そうしよう。それを私たちがじゃんけんで勝った人から1とか4とか3とかやってみようよ。そうだね。いい、え、天才じゃない。できるかな。できる、マジか。いいんじゃない、一旦その別に1から4は見せなくても。オッケー。できるかな。その間にね、あの調整をしていただいてる間にね、我々はあの全然あのありつくので。うん、はい。いやでも普通自分のだけは当たりたくないよね。確かにね。あ、ちょっと思んないか。いやでもほら、同期へラブっていう、うん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 、そう、だって逆に自分が一番美味しいの作ってたら、うん、そうだよ、美味しいの食べてる。愛込めて作った。うん、そうだよ、うん、だから結局自分のが一番食べたいよ。じゃあ選びますか。お、よいよ。あ、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 いいよ。よがいい。せーの、せーの、さーん。こっちを見始めた。じゃあ2でいい、2でいい、私。オーケー。うん、じゃあ、じゃあ私が1。1、倉持ちが2。そして赤さん4。食べたいよ。4。え？です。4。数列って知らない？数列ってないの？1は石神先生ですよね。じゃあはいって言って。はい。誰のかな？わ、なんか来たよ。ん？何それ。何それ。次2番。2番、はい、倉持です。
顔に出てなんか、うん、気持ち悪いあーこれはーうちもうわーもうマジかよもう最悪これわ美味しそうすごすぎる次3番3番はい似てるから見た目4番あこれだこれはのあじゃんいやわかんない誰かな誰かな誰かな誰だどれのはい次4番はい4番いい顔なんだこのおにぎりいいねいいねということでじゃあまずはいあわちゃん1番からいきますかはい私1番のお寿司の写真お願いしますじゃあ先に写真見せてもらえますかどどんあじゃあ今ちょっと待ってくださいね一番誰か待ってうちごめんはずいっちゃんハズレだと思ってるでも美味しそうだよ誰のであったとしてもハズレでは私の一番の寿司お願いします闇玉寿司うわーうわー素敵じゃあまあ一旦ツッコミの前にこれは誰制作ですかはい俺ですなんか突き刺さってない何やまねーよ拍手がなんか突き刺さってないあれあれだよねあのうんえ待ってごめんごめんな何を気にしてるの何え待ってこれちゃんと数大丈夫かなって何を気にしてるの違う違う違ういくらの数違うよみんなさっきの物語を忘れた一個だけ獅子堂の願いを叶えるのがあったでしょつぶれちゃったけどねだから本当はね6個入ってる6個乗ってるのよこれの6個乗ってて、はい、で一応なんかちょっと感動のところには桜があるべきかなと思ったからこれは桜の木をイメージしていますごめんどっからどこがえこのほらちゃんと木が刺さってて木なのこれ大木だよこれはどういうこと、うんもう私はあの知らん国のあの屋台のお菓子にしか思えないこういう料理があるんだろうな私は知らないけどマジ最強での願い叶えられるよ本当に、うん、じゃあいただきますかいいよじゃあ食べてごらんしかも手巻き寿司なのになんか巻物みたいな手巻きってわかるえ待ってごめん海苔が邪魔かもこれな巻いてあるのは海苔、うん、わかるよ分かってるよ、いただきますいいよ、はい、甘さと食からのマリアージュよマリアージュ食べてー海苔だくさん海苔がうまい海苔が入ってないよだって海苔さそれさ5回ぐらい畳んだもんバカすぎないじゃん海苔しか食べてないよおいしい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 どうすごい喜んでる言葉もないみたいすごい表情してるよじゃあそこではいじゃあ DJ すいませんお願いします叶えたい願いどうぞこいつのひどい目に遭いますようにお前の夜枕元に立ってやれあー本当にかわいそうどんな味ですかこうやってネガティブなことって言っていいんだっけまあ私が作ったものだから、うん、そうそうそう私が作ったことに対してはいいですよ本当、うん、シンプルに美味しくないあのまず海苔分厚い、うん、甘エビのこのね、うん、鮮魚特有の感じ、うんうん、にチョコだからシンプルに待ってチョコほぼ全部食べてるじゃん美味しかったんじゃん違うあの食べづらすぎて全部折れたの手巻き寿司の中で食べづらさも、食べづらい味もうん、うん、言ってる意味もわからないオールマイナス星3って感じでもすごいニコニコしてるからこいつ照れ隠しだと思うわね、熱望のいい目にできててよかったですというわけで、そんな倉持さん、はい、どうぞあ、俺、うん、俺がそっか自分もそうだよお前あれだから与えるばかりじゃないからそうだった自分も罰を受けなきゃいけないんだねそれでは俺が食べるのはこちら、うん、おいしそう
可愛いでしょ。美味しそうなんだな、じゃあお前。え、どっちがミートボールかわかんないよ。ミートボールが2個もある。え、梅干しが2個かな。このマジさ、尺なのがさ、色合いもいいしさ、なんかこうパフェに刺さってるさ、みんながさ、こぞってさ、俺が食べる、俺が食べるってやる。違う違う、これは思いやりだよ。あ、はい、あかりが作りました。あ、かわいい。これは思いやりで、あの、チョコがご飯に混ざると美味しくないかもしれないけど、棒の部分だったらまだ味が薄いから。うわ、優しい。やっぱ気遣いが違うね。ちなみに中に入ってるのは、生ハム、ベビースター、ホタテの貝ひも、甘エビ1個、ミートボール1個、梅干し1個、のあと何入ってんの、イクラ、おー、シンプルにとかだよね。え、好きなものばっかりじゃん。よかったじゃん。やったでも味混合しないようになってるよ。うわ、え、じゃあ今日が私の正月だ。本当にこんなにすごい、いいな、これがおせちか。うわー、あれでしょ、ポッキーグンっていくから喉に刺さる。一口一口なんだ。それ用にちっちゃくなってんの。へー、うん、そう、なるほどね。わー、楽しみだな。じゃあうちも多分この後喋れないんで。すいません。梅なども入ってるね。あー、うわー、すごい、うん、もういい、別に梅はいい。だって梅ぶどう好きって言ってたから。あとごめんね、食べづらい。本当に食べづらい。もう食べようとするとね。ちょっと待って、これいろんなのがボロ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 。ちょっとでも、こんな、なんかおにぎりみたいに食べたら食べれるよ、ラップ敷いてあるから。そうか、ありがとうだ。そうだよな、すごい。あれね、配慮配慮、シェフ特有の食べ方の教え方。食べます。あ、どうぞ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 。うわ、あ、ちゃんといただきます言って。はい、ごめんなさい、いただきます。食材に感謝だよね。ドキドキ。そうだ、食材に罪はないからね。ドキドキ。え、ま、それちっちゃくないですか、口。もっと大きく食べてください。ほら、シェフからご指摘が入ってる。梅干し、梅干しが好きなの。あ、うわ、もうすっごいニコニコ。もう口角は上がってるね、一応。うわぁ、なに、うわぁ、なに、やべぇ、言っちゃいけないこととかも言いそう。何かな。うわー、聞きたいな、言っちゃいけないこと。何だろう。せーの。俺はあんまり梅干しが得意じゃない。なのに梅干し言ってくれたの。一番でかいからだよ。こんなに。しかも梅干し食べようとしてんのに。ここにさ、あの長いさ、ポッキーがあるからさ、チョコレートが香るのよ。梅干し苦手な人いたけど、いたけどさ、その時メルといた。あー、そっか。うん、いるよ。仕方ないよね。本当だよ。あ、でも味、あの、口直しができる。ポッキーでね。うん、おいしい。そういうのに考えてる。シェフの配慮が。うん、ありがとう。え、これは、あの、合わさっておいしいよりも、個々の味というテーマで作りました。わー、すごいな。あと、インスタ映えも、そうだよね。誰誰誰が喋ってる。やっぱり梅干しとミートボールの副賞、あれで合わせてるっていうところがやっぱ素敵だなと思って。よかったから、ミートボールと梅干しポッキーで。ここでは私だけが悪なんだね、じゃあね。なるほどね、オッケーオッケー、美味しいでした、ありがとうございました。なかなかない機会ですよ、これは。素敵。あと3回の手も一、はい、もちろんです。よ、じゃあ次行ってもらいましょうか。あかりも食べる。ん、あかりから。お父さん3番がいいか。じゃあトビー、そうだね、まあ、3番からにしようか。うん、トビー、はい、これは、これはお写真、あ、出していいのかな。ではソフィーがいただくのはこちら。どうかな、あまりの恐ろしさにちょっと。いや、めっちゃ美味しいの来るかもよ。めっちゃ美味しいの来るかもよ。いや、俺はもう信じない。俺はもう信じない、本当に。まあ、あなたは信じられないでしょ。信じられないよ。美味しそう。ちなみに私も信じられない。ちょっと信じるのは良くないよ。え、でも美味しそう。本当にめっちゃ美味しい。ということで、そんなソフィーの美味しそうな手巻きはこちら。闇手巻きはこちら。え、美味しそうじゃん。めっちゃ美味しそう。え、どこが闇なの。え、なんかあれか、ちょっとぬるいかこれ。待って、この緑何。あ、やっと気づいた。いや、私配られてるの見て、うわ、これワンちゃん赤ペに行くかって思ったんだけど、行かなかったね。うわ、そう、待って、
野菜かと思った買ってねえのに買ってねえだろ野菜買った時なかっただろめちゃくちゃ栄養バランスいいやん。そうなんかねやっぱチーズやっぱ避けるチーズとか生ハムとかベビースターとかそういうちょっとね、うんうんうん、普通にこうお酒のつまみっぽい素敵なのも散らしつつ、うん、ちょっとのスパイスおーいいですね。本当にちょっとなのあれっていや本当はもっと言いたかったけどでもソフィーなら大丈夫なんじゃないかな。あー、うん、いいね。任せてくださいよ。普通に美味しそうだよ。じゃあいただきます。はい召し上がれ。どう大丈夫。いや大丈夫でしょ。結構ちょっとにしたよ。うん、おおどん、うん、おおめっちゃ美味しい。うん、なんか、うん、わさびとベビースターが混ざって、うん、あのわさびの味のさお菓子みたいな感じの味がしてめっちゃ美味しい。え、じゃあ企画ミスごめんごめんごめん企画の最初に美味しいの作っちゃうかもねって言い出したのあなたよねえ作っちゃうかもねだよでその結果お前はこれだよお前が一番優しかったんだ。私はソフィーにそんな思いさせたくなかった。あー、いや、これも美味しいのがいいの。愛だよ。心配しちゃってるじゃん。だってわー、ちょっとだよ ね、ちょっとすいません、うん、料理上手なとこ出てしまいましたごめんなさい料理上手な人はスパイスで見せるえ次行かないね、あかり早く食べたい。あー、どうぞ。じゃあというわけで以上、私が美味しすぎるのところで食べたい食べたい食べたい。はい、シロ先生どうぞはい、コールして。あかりの、あかりのはデデン、おにぎりかな。あ、あれ、あ、そっちか、そっちか。え、なんかあかりの完成形にはね、なんか包まれてるんだよね、おにぎりみたいに。いや、やめてまきって言ってたからやめにしようと思ってさ、うん、あ、ちゃんと包んだの。あ、なんか真っ黒な塊だね、今のところ。真っ黒な、え、何この水分があるイカとないイカを。タイトルがあります。あ、はい、はい、白って200色あるんだよ。え、タイトルで作らせていただきました。え、待って、白って200色って言ってる割にさ、白なんだよね。白2色ぐらいしかないよ、パッと見。もともと白ですから、ホタテの。あー、そっかそっかそっか。ベビースターも。あんたは天才よ。白のマリアージュを楽しんで。あー、じゃあこれを、いや言ってもらって。いや言うシリーズ。これ掴んだら、あの白のハーモニーが飛び出てくるってことね。そうですよ、香りますよ。食べちゃっていい？いいよ、うん、ハーモニーとか言っとけ。メンテとかはかけなくて大丈夫？かけるかシェフに任せて。でもさ、水分かけたらさ、欲しいか戻るんじゃないいや、戻ってもいいやん。いいか、戻っていいんだよ。いいよ、赤いの手にかけて。うわ、大丈夫かそれ。びっくりした。ちなみにえぐいよ、入ったの皿の上でやれ。見てなかった心配になるから皿の上でやってくれ。手巻きで直でビラビラだ。いただきます。ソフィーからの愛のこもったおにぎり。いただきます。いただきます。お、めっちゃ大きい口で。お、いいね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 。めんつゆ気をつけてね。やっぱそれぐらい、お、大丈夫。あ、お母さん、うん、あ、ボロボロ、あらららららら恵方巻きスタイルになってない、うん、あ、全部の食材をいきましたよ。うん、いいね、いいね、おいしいね、おいしいね。なんなんとね、なんなんと。うん、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 おいしいね、うん、よかったね。かかるぐすごくかかる。ずっとなんて魂でキロロ。あ、まあ、美味しいって。マリアージュだって、イカの。あー、出た出た。イカとホタテのマリアージュ。マリアージュやーって。宝石箱やー言うて。あー、美味しいねー。あー、かわいい。守りたい、この存在を。のぞみのとは違う。あー、いいな。お前のとも違うだろうね。じゃあ、ごめんけど。私は悪意なかったよ。海に殺された。美味しかったですね。美味しかったですね。闇言いましたけども、もう光だったんじゃないかな。うん、はい。ってことで、ねえねえ、やめてまきでした。ちょっとさ、うん、トイレ行きたい。トイレ行ってもいい？きたら、行ってきたら、ありがとう。その間にうちらで閉めるから、ちょっと待っててね。はい、行ってきたら。あれ、その間にやめてまき誰が一番最初に完食するかやろうぜ。なんで
なんでそんなことしなきゃいけないの。ゆっくり食べようかなみたいな。うまかった、うまかった、うまかったでしょ。応援ミートボールしてもいい。いいよ。いいんじゃない。うん、応援ミートボールしよう。まあね、美味しかったですよ。うん、美味しいんだよね。うん、なんて言ってるぞ、ね、これ美味しい、美味しい。海苔さ、取っていい。これ何枚入ってる。え、海苔だってさ、ん、あ、でもあのでっかい海苔あったじゃん、うん、あのでっかい海苔をこの何、うん、何回折ったんだこれ、うん、ねえ、そんなん食えないよ。食えないのを食わされてんだよ。ねえ、海苔がやたら多いこの人の海苔巻き。海苔、海苔、海苔じゃん、ほぼ海苔、海苔巻きっつうか海苔だね、うん、あ、でもミートボールある。海苔ご飯ミートボールポッキー、うん。しかもご飯より海苔みたいな、うん、うん、うまい。噛み切れないよ、海苔が多いよ。え、手巻き寿司うますぎる。みんなもさ、手巻き寿司するとき絶対買った方がいい、うん、何を、うん、ミートボールじゃなくてベビースター。うん、え、さ、ベビースター合う、うん、めっちゃ合う。本当に、うん、かけてみたら。これこんだけ無駄にいろいろなんかやってあるくせに入って、じゃーん、昨日は何の日ですか。え、うわー、お誕生日おめでとう。どうぞ、ありがとう、おめでとう、とは、うわ、もうずっとトイレに行っただけだ。何だったの。違うよ、トイレに行ったと思ってた。おめでとう、おめでとう、ハッピー、すあ、バースデー。え、何、バースデー、ハッピーバースデー。え、何もらったの、何もらったの。え、ホールのケーキを。うわ、おめでとう、おめでとう、ありがとうございます。あともう一個、別の人にもあります。なんだ、うなぎをちゃんと食べれなかった人へうなぎをプレゼントです。食べれたけど、あ、そうそう、思った、思った。開けた、その前に言ってたんだよね。そう、その前に言ってたんだよね。うん、食べてみてください。なんかあの紙包みが来たから、これ開けた瞬間うなぎが出ろんの可能性あって怖い。見て見て、え、なにこれ、じゃじゃーん、本当にうなぎ。そうだよ。え、開けていいの。いいよ、開けて。なになに、今ちょっとたすごー。え、え、これって映せるの。映せるかな。よいしょ、よいしょ。なんかね、あまりにもね、うん、あのね、本当のこと言うけどね、うん、いいところで買いすぎてね、嘘、すごいね、包んでくれたの。あ、すごい、うなぎ様や、ご両親か、うなぎ、うん、っていう感じですね。怖い怖い怖い、すごすぎる。どう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 、うなぎって何。じゃじゃーん、うなぎ、うなぎってこんな感じで買えるの。おもろくない。すごい、ちゃんと刺さってるね。刺さってる、焼いてるやつだ。おいしいやつだよ、よかったね。いや、はい、あ、ありがとうございます。じゃあ、先あの、まず、ケーキから。お、はいはい、こちらいただきます。おめでとう、お誕生日おめでとう。え、ありがとう、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ありがとう。幸せな一年。おめでとう、食べたい、ね、あ、もう食欲が。あれ食べたい、食べようね、食べよう、食べよう、食べよう、ね、嬉しい、ありがとう、おめでとう、おめでとう、おめでとう。うわぁ、素敵な一年にしてねー、するー。かわいい、守りたい。はい、じゃあ先生にあげたのも見せ、え、慣れたらまあ見せますか。じゃあね、え、本当に、うん、どうしようかなって言いながらもらってない可能性もあるから、ね、そうだよそうだよ、全部が嘘の可能性あるから。これがうなぎかって開けたらミートボールの可能性あるから。ミートボール切り開いただけだから。そう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 、ミートボール切り開き並べかもしれないからね、まだね。そう、ということで、倉持先生が急にくださった。あ、違いますよ、あの3人からです。そうなの。3人からです。はい。
うなぎこちら。ちょっと虫刺さってる。こちらです。食べてください。かわいそうな石神ちゃんへ。普通にうまそうじゃん。美味しそうだよね。美味しそう。なんかこの下のところ食べてもバレないかなって思ったけど、バレるかと思ってやめた。見慣れてないから正直バレない可能性ある。すごい、ありがとうございます。美味しそう。ありがとう。いっぱいうなぎ食べてね。ありがとう。じゃあこれみんなでうなぎ寿司にしましょう。握るから。ありがとうございます。ソフィー食べないの？ケーキ。じゃあちょっと一口それぞれもら感想もらって締めますか。あ、本当ですか。そうですね。良い頃合いですか。これって、うん、えあ、じゃあちょっとね、うん、ちょっとじゃあまずじゃあソフィーのケーキから。はい。いったれいったれ。みんなおめでとうだね、ソフィーがね。おめでとう。おめでとう。いただきます。おーおーおーとみきに。おーよかった。めっちゃうまい。いただきました。ありがとうございます。おめでとう。ケーキすぎる。え、食べなくていいの、あれ。そうだよ。このチョコの。チョコのとこ食べてみ。ハッピーバースデーって書いてる。うわー、かっけえ。さすが英語できるんだ。いや、ほん、俺でもわかる。誕生日に煽ってないですか。煽ってないですか。おいしい。おいしい。最高すぎる。あー、よかった。これが食べれないから。よかったいっぱい食べて。ありがとう。いっぱい食べてね。ありがとう。よかった。おめでとう。おめでたいわ。じゃあ最後は石神先生のコメントでね。多分逆か。主役はあっちかも。主役でもらいますかね。え、これこのまま いただいていいですか。うん、いろいろな都合上。そうだね。あれだね、最近めっちゃうなぎ生活なんじゃない。え、待って、めっちゃたまたまかも。私この間が1回目かも。え、これをピッてし、タレつける。ほんと大変なことにならない。うん、損傷もあるんだ、すごい。ちょっと損傷、待って、これ切ってから。山椒なんか好きとかなんだとか。あ、山椒好き、美味しいけど、ちょっと時間ちょっとつなげて、つなげて。あー、そうですね、うなぎを初めて食べた人もいます。昨日誕生日だった人もいるでしょう。それは毎日誰かの誕生日なんですね。どういうこと。なんかうなぎ食べた日が。じゃあいただきます。はい、はい、おいしい。よかった。どうみちゃん。なんだろう、え、そういう意味じゃなくて、うん、冷めても美味しい。うわー、いや、そうだよね、きっとそうだろうなと思いました、私も。いいやつなんじゃないですか。いや、もうそれはね、うちらからのね、哀れみです。哀れみなんだ。哀れみなんだったら。そうだよ、そうだよ、やめてよ、うん、人には人の生活があるでしょ。やめてよ。全員が優しいと思うな。美味しい、ありがとうございます。よかった。じゃあ、まあ、この後は回収して私たち3人で投げられますので、なんかちょうど3等分みたいな見た目してますからね。そうですね、はい、ということで、え、いいですか、はい、ということででいいんですか。はい、はい、いいですか、まあ、以上ですかね。この後ね、バクバクしちゃうけど、はい、なんか実は ね、赤っぴょが見つけて買ってきたの寿司握りなんか型みたいなのあったんですけど。そう、なんか握る型って。ちょっとね、尺の関係でちょっとそれはまあ、後日だ、後日だ、後日だ、次に来たの、はい、お話しするよ、みんなに。そうだね、うん、うん、そうだね。ということで、本日はこのあたりにしておきますか。はい、では縁も竹縄ということで。縁も竹縄、竹縄。じゃあ、主役に締めてもらおうかな。お、う、う、おい、おい、いや、本日はお日柄もよくがシェフ、シェフお願いします。シェフ、お誕生日おめでとう。やはり一流シェフ。あ、シェフで話すんだ。一流シェフとして、はい、今日の寿司パーティー楽しませてもらったよ。よかった。よ、シェフ、シェフの誕生日、え、グッズ、ボイスよろしくお願いします。シェフのポッドキャストもよろしくお願いします。ボイスよろしくお願いします。皆さんの歌見たも
もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。シェフだったら楽しませた方がいいしね。そうそうそう、うちらをね。そうだ、まあね、でもよかった。楽しかった。楽しかったね、本当にね。ってことで、それでは、はい、いいパーティーになりましたね。はい、みんなもお寿司食べてください。食べてね。それでは、ガブックでした。ガブックでした。ありがとう。